皆さんこんにちは。それでは令和4年度第2回目2022年5月担当の担当分析会を始めます。えー、企業法を担当いたしますレクセニー講師の森村です。えー、まあ企業法はですね毎回まあ前回と似たような主題傾向でしたねっていう話でまあほとんど終わってたんですけども、えー、今回ちょっとだけですね、えー、分析して対策を講ずる必要性のある問題が出てきたな。 かっていう感じですねでまずはいつも通り、えー、形式面から見ていきます取材形式については、えー、取材数20問で配点は全て5点で問題詞が A から A までの4詞でで、選択詞が AE から UA までの6詞とまあ、ずっと同じですよねで問題文の表現につきましてはですね実質的に40問全て正しいものの組み合わせを えー、選ぶ問題でした、えー、例えばですね、問題1、今日皆さんお配りしてますよね、問題ね、これがね、毎回めくるのが早いって言われるので、ちょっとこう時間取りますね、えー、問題1を見ていただきますと、えー、個人株主の。 内たがしに関する次の記述のうち最高裁判所の判例の趣旨に照らしてその後ですよねえ正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を一つ選びなさいっていうふうふに書いてますのでまあ4つ IUAR の中で2つ正しい足2つ誤っている足があるとでそのうちの正しい足の組み合わせを選びなさいっていうそういう問題ですよね。でででただですねあの形式面で言うと第 問題19だけがですね問題19だけがちょっとだけ変わってました、えー、正しいものの組み合わせじゃなくて確認書を提出しなきゃいけないものの組み合わせっていうふうにちょっと薄いですね、えー、確認書を提出しなければならないものの組み合わせになってましたけどまあこれもんその提出しなければならないものの組み合わせとしては正しいものはどれかって,言って聞かれてるのと同じですからこれも実質的に正しいものの 組み合わせを選ぶ問問題題ななのでで特に問題ないですよねであとはあのこれもいつものことですけれどもちゃんとあの問題文のテーマがですね問題文の冒頭に書いてあるんですね例えば問題1ですと個人証人の成り立がしに関する問題ということででこう足を読んでっても、えー、何の問題なんだろうってわからないっていうような問題はそういう取材のされ方は基本的にはしてないんですね。えー であと、お書き。まあ、去年もたくさん直書きがありましたけども、この例えば問題7ですね。問題7で、えー、なお定管、定漢の定漢に別の定めはないものとする。これがちょっと早いのかな。大丈夫かな。問題7で、なおって書いてあるのが、えー、結構あるんですよ。お書きはですね、えー、4問出題されてましたね。 でこの名を書きにつきましては、まあ、別に、要するにその例外の場合を考えなくていいよっていうだけです、問題8も同じなので、だからまあんまり気にしなくて、今のところはいいんですね、でただ、この名を書きっていうのは、あの論文式試験では、もう本当、要注意なんですよね、論文式試験では、その問題文からこれは書きなさい、これは書いちゃだめですよっていう、その、まあ、いわゆるポジティブリスト、ネガティブリスト、 探っていくっていうのが問題文の解析の第一歩なんですけれどもその名を書きっていうのはその中でも特に大事になってきますただ担当ではね今のところ、えー、その名を書きで特に何か大きく引っ掛けるとかそこが重要な意味を持っているってことは今のところはないんですよただまあ今回この後見ますけれども、まあ、ちょっと新傾向の取材形式の問題が出てきましたので今後はですねその名を書きも かなり注意して読まないと危ないような問題が出てくるんじゃないかと思いますので、まあ、論文式と同様に名を書きについては今後注意していただきたいとでまあ、その辺のところは当連で名を書きにちょっと意味があるような問題も取材していこうかというふうに思います、まあ、形式面はこれぐらいですよねで次、取材内容についてですけれどもこれはもういつもと同じように条文の損否 そういう条文があるんですか、ないんですか、あれば丸なければ罰っという、そういう問題がほとんどでしたね、で判例を問う問題は7市出題されてますけれども、えー、この7市っていうのは前回と同じです、まあ大体こんなもんですよね、そしてあの判例につきましては、もうちゃんと、あのこれ、判例聞いてるよっていうことがえ、これ問題1ですね、問題1ですけれども、判例聞いてるよってことを明らかに問題文がしてくれてありますから、 その判例聞いてるのか条文聞いてるのかって迷うことはないですよね、まあ、まあ一応、その判例の年度も書いておきましたけども、まあ、特にこんなまあはさなくてもいいです、要するに最高裁判所の判例の趣旨に照らしてっていうので、えー、まあどういう判例が出てるかっていうことだけですよね。よろしいですかね。 この問題自体もそんな難しくなかったですからね。で、あと、判例丸ごと1問出たのはこの問題1で、あとは、えー、一足、二足、えー、問題8ですね、問題8。これも、まあ、最高裁判所の判例によればって書いてますからね、まあ、知ってるか知らないかの問題ですね。ここまではね、まあ、割と知ってる皆さんも、 勉強してた判例だと思うんですけど問題17の判例はね、これ、実は前回だったかな、前々回だったかなの担当でも出てるしまあちょっとこれ、危ないっていうところでレックではあの論文討論でも出してるんですけどね、いわゆる中かりせ価格っていうやつですよね、ちょっと細かいところ聞かれてましたよね、しかも中かりせば価格の,そのえ基準日。 増加が生じない場合だからこっちはなかりせばじゃないんだね、A がなかりせば価格で、いで、えー、こっちの増加が生じてる、ない人効化が生じてる場合についてはいつの時点かというこの株主総会決議の時点じゃなくて買い取り請求の時点だっていう、これは細かいですね、なかなかここまで注意して覚えてた人は少ないんじゃないかというふうに思いますね。 はいでまあ、判例はいつもどりですね、あと、その規則関係ですけれども、会社法施行規則、これあの、試験当日は1っていうふうに言いましたけど、まあ、形式的にはあの2子出てるので、2に改めました、そしてまあ、ただ、その1つがですね,ねえっとその、会社法で規則に従うっていうふうに書いてあって、その規則ってのが会社法施行規則なんだけど、会社法施行,行規則には内容、何にも書いてなくて、そのまま。 会社計算規則の何条を見てください、136条を見てくださいというのはな、そういう、えー、規定の仕方になってますので、まあ、それ、どういう感じかというと、まず問題13ですね、これです、問題13の、この訳のわからん問題ですよ、あの中期のね、中期の問題で、これ、会社保障規則116条6号にまず行って、ですねでそこを見ると、会社計算規則の136条1個見てくれっていうふうに書いてあるんですよね。まあ、そういうい意味で、まあ、ってカウントすれば そういうことになりますわねはいであとはえっ、ー、と規則もう一つ規則18番問題18についてまあこれも規則っちゃ規則ですよね、えー 株式交付、これは令和元年の改正点でもありますよね、もう令和元年の改正点も、まあ、要するに、そこが集中的に出るという形ではなくても、も普通の問題の一つとして、出題されてるっていう感じですね、えーまあ、改正、改正はその一問ですよね、まあ、この辺のところも特に変わりはなかったんですで、ちょっと変わったところとしましてですね、これ、取材分野との、もうその、 えー、関係でも出てくるんですけれども、えーとその、ここですよね、いわゆる総合問題っていうふうに考えられる、いえる問題というのが1問、出題されてます。で、これがですね、えー、問題の4を見ていただきますと、ちょっとこれ、怖いことなんですよ、問題の4を見ていただきますとですね、えー、と聞かれてるのが、 えっとここですよね問題4ですね、取締役会及び監査役は置いていると、ただ、監査役の監査の範囲を会計に限定するものに限定する旨の定めがあると定款で定めがあるということですね。ってことは、この会社って、えー、監査役設置会社ではないってことになりますよね、監査役設置会社っていうのは、いわゆるフルスペックの監査役を置いてないと、監査役 設置会社とは言えないわけですから、関西役設置会社ではないってことになりますよね。そして、関西役設置会社でないってことはないってことはっていうか、会計限定がついてるってことは、非公開会社であるってことですよね。公開会社でない株式会社ですよね。これがだから問題文に、 隠されてるわけですよねで例えば、あの足を見てみると取締役会の招集を請求した株主は当該請求に基づいて招集された取締役会に出席し意見を述べることができる取締役会出席権、意見陳述権ありますかと367条4項の問題ですけどもこれ、監査役設置会社じゃないんだから会計限定ついてたらこの権限なかったですよねだから、あの足は丸っていうことになりますね。 委ノの氏は取締役が株式会社の目的の範囲外の行為をする場合において株主が当該取締役に対し当該行為をやめることを請求するには当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずる恐れがあることを要するとでこれは回復す,ることす,、えー、すべからざる損害じゃなくても著しい損害であれば うん対象になるっていうことですねこれもだから関西役設置会社ではないというところから導かなきゃいけないわけですよね、でここまではまあ問題文でね会計限定ついてるんだからっていうんで正解に達したとしても、でこの足なんですよ、当該株式会社は上限の配当を受ける権利に関する事項について株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができないと、でこれなんですかっていうと、これっていわゆる俗人的種類株式でしょ、109条2項でしょ。 192項を見ていただきますとそれは非公開会社しかそういう株式を発行できないとなってますよね、そうするとここで初めてその問題文には明確に書かれてない、この会社は非公開会社なんですよということをここで問題文を読んで気づかないと、うのはし何聞いてるんだろうということになっちゃうわけですよね。 A の足も、これも同じでして、株主はその有する株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる、要するに非公開会社ですから、全株式譲渡制限会社ですと、だとすればそれを譲渡するときには承認がいりますねということを聞いてるわけですよね。だかからここれはははまあこの問題自体はねそんんななにも難しくない,ないかとは思うんですけども今後 こういう形で、この書く足ではなくて、説問にね、説問にその問題文を解くヒントといいましょうか、そこをしっかりとつかみ取らないと、読み取らないと、正解導けないという問題が今後、増える可能性があります、ですから、ここは気をつけていただきたいっていうふうに思いますね、あと、それにさらに、なお書きなんていうのをこう加えられちゃうと、かなり大変な問題になりますよね、でしかもね、この、あの足は、条文の位置からいうと、これ、期間。 の問題で、しょ機関の分野からですよねでえー、イの足も機関ですよね。で、うの足がこれ、株式ですよね。えの足も株式ですよね。こういう、今まではもう、分野複合横断型の問題って出,ます出てませんでしたけども、これ、今後出る可能性ありますよね。例えば設設立立とと機関で設立取締役と まあ普通の会社成立後の取締役の違いを比較で聞いたりするってことだって十分考えられますので、ねですから、以前から講義で、例えば、総理総会と株主総会の決議要件の違いなんていうのは、講義の中で、じゃあ、このページを参照してください、見ていきましょうっていうのでやってますけれども、今後はそれをもうちょっと増やさなきゃいけないかなっていう感じですね。あともう一つの えー、新傾向問題、まあ、こっちは大したことないんですけれども、問題7、これも、まあ、新傾向といえますよね、取締役会設置会社以外の会社ってことは、これは非公開会社を意味してるってことですよね。非公開会会社は取締役会設置している場合と 設置してない場合が両方あり得るわけでですよねでそのどっちを聞かれてますかというと、まあ、ちょっと時間ないのであんまり、えー、っと詳しくは見ませんけど「」あというのはこれは非設置かどうかを聞いてるんですよね。で「い」というのは非公開かどうかを聞いてるんですよね。で「う」は非設置かどうか。「え」は非設置かどうか。要するに 取締役会設置会社か否かの違いを聞いているのか、公開会社か否かの違いを聞いているのかっていうのを、これも複合させてで、しかも問題文の中では、取締役会設置会社ではないっていうことだけしか明示してないので、これもまあ論点を隠すというような、そういうの取材の仕方ですね、でこれもだから今後、これが出されるとなかなか大変なことになってきますよね。はい、で戻りまして 分野別の出題数のない、えー、出題数ということですけれども、まあ、今お話ししましたように、ちょっとした変化があるわけですよね、えー、商法から2問で、金商法から2問というのは変わりません、でまあ、会社法から16問というのも変わらないんですけれども、まあ、設立1問しか、うん、出題されなくて、で、この総合という形で、機関と株式にまたがる問題というのが1問取材されてますね。 であとは持ち分会社が出題されなかったと、だから逆にこれ、今年の論文で持ち分会社出てもおかしくないですよね、まあ、そんなあ,んまりあんまりそういう,うがった見方してもしょうがないですけど、ね。あと組織再編が3問も出てたっていうことですね、であとは、えー、先ほどお話しした、えー、判例と会社法施行規則ですねで、難易度についてなんですけれども、あのこれもちょっと訂正させていただきたいと思うんですけれども、難易度の話で、 試験当日には47%ぐらいというふうに平均47%ぐらいじゃないかという話をしたんですけどもさっき見ましたようにあの,あの問題がでですねあのえっと何問でしたっけ第13問,ですね第13問が。 こんな細かい話をしてもしょうがないんですけど第13問があの、えー、っとあの規則の問題ですよね、でこれを、まあ、難易度、中ってしたんですけどもその、ツイッターでアンケート取ってみたら、ですねなかなか皆さんご存知でないと、えー、この論点といいましょうか、その中期の問題ですね、中期について知ってたよっていう方は、えー、全体の15%しか、約15%しか、 いららっっしゃらなかったんですよね全然知らなかったってことが74%もいらっしゃいましたので、まあ、もちろん勘で会うということもあるでしょうけれども、えー、ちょっとこれは正当可能性低いんじゃないかなっていうふうに判断を変えさせていただきます、その結果としまして、えー、ここですよね、まあ、平均点が45%ぐらいになるんじゃないかなというふうにこれも訂正をします。まあ、ただですねこれもその いつもお話してますように、別に企業法の問題が難しいから、優しいからというので、全体のボーダーっいうのはあんま関係ないですからね、まあ、特に今回は、えー、監査論がすごく優しかったという話を伺ってますので、まあ、全体のボーダーはちょっと上がっちゃうかなっていう、そのせいで、上がっそのせいでって言っちゃあれですけども、も上がっちゃうかなっていう感じはいたしますね、でまあ、あのこれもいつもお話してるんですけども、まあ、大昔になりますが、平成28年の。 12月の担当がですねその企業法の平均が60.7%もあったもんだから全体のその合格点を70を超しちゃったんですよね、まあこれ本当やっちゃいけないことなんですけども、今回もまたもしかしたらそういうこともありうるかもしれないですけども、まあ、70を超えちゃうっていうようなことがありまして、でそれ以降はだからもうずっとこう難しくなる一方ですよね、難易度低下の一方ですよね、でまあ、前々回,でこう47前回だ前回で46.1。 あるいはこの43.5でこの辺りで底打ちしたのかなとも見えるんですけどもどうですかね、もうこの辺り、ここから先ぐらいはこうずっと難しいっていうふうに言ってもいい感じですよね、だからまあ今後もだからこれぐらいの難易度の問題が取材されるでしょうし新傾向が入ってくるとより難しくなっちゃうかなっていう感じもいたしますね。 ただ、ですねあの企業法の場合はその難易度というふうに言いましても取材された条文自体の難易度というよりもですねこれもまあいつも言っていることですけれども結局、どんな難しい細かい条文であってもですねそれこそ中期の,その規則が出たって自分が知っていればそれは優しいというふうに感じるでしょうし どんなど真ん中の簡単な条文でも知らなかったらだって分かんないじゃないですかその少数株の試験100分の1ですか100分の3ですかって覚えてなかったらだって考えたってその場で考えたって出るわけないですからねだから結局はその勉強する範囲をどこまで広げるかの問題っていうことですよねで、まあ、最近よくこの例出すんですけども条文の出題頻度をこう富士山に例えるとですね、えー、富士山にこう、えー、まあ富士山ってこんな形ですかね例えると以前はこの8号目からね 8号目から上。だから頂上が非常によく出る A 論点で、そしてまあ B 論点ぐらいまでやっとければよかったんですけども、それがこう1号分降りてきて、ですね、この7号目までやらなきゃいけない <laughs> 感じなんですよねで、これって別にこの距離じゃないですからね、距離じゃなくて、この距離を増やすっていうよりも、この体積ですからね。 この体積分、勉強の量を増やさなきゃいけないということになると、まあ、体感でどうですかね、8合目まで勉強するのと比べて、1.2倍から1.5倍ぐらいの勉強量必要になってくるんじゃないですかね、でまあ、もちろんあの、全科目の総合で合格点決まりますから、企業法だけにそんなに時間取れるわけじゃないですけれども、だからまあ、いやそうですねで、そうは言ってもやっぱり知識の量が、もうものを言いますからね。 やっぱり時間取れる限り勉強していくっていうその必要性があるということになってきますじゃあ、どうやって具体的に勉強を進めていくかってことですけども、まあ、基本的にはあのレックがお配りしている担当テキストですね、フォーサイト <laughs>、えー、3分冊になってますけどあれを読んでいただいて一問一答解いていただくと、まあ、それだけで十分だと思うんですけどもただまあご自身で読み込むっていうのはやはりあの飽きてきちゃいますし。 えー、なかなか続かないので、まあ、できれば担当上級講座を主張していただくのがまあ一番効率的だと思いますで、さらに穴をなくしたいというのであれば、まあ、6本読み込むとか、6本読み込むってのはなかなか耐えられないですから、そういう方には、築城解説というのをレックでは出しておりますので、それはまあ条文、築城ってぐらいですから、条文が書いてあって、解説書いてあって、条文書いてあって、解説書いてあるということなので、それを読んでいただければ、ほぼ完全に穴はなくなります。 築城解説というのは辞書的に使うのにも非常に良い書物ですし論文の合格まで使えますのでぜひ、まあ、お求めいただきたいと思いますで、まあ、以上まとめますと企業法に関しましては出題形式分野別出題数に大きな変化はないとで難易度は引き続き難化傾向にあるということですねでしたがって次回2022年12月担当に関する対策も企業法に関しては十分に時間を取ってやっていただきたいというふうに えー、思いますでもうちょっとじゃあ、具体的な話にしていきますとで、どうすればどんな問題が出されても企業法で80点以上取れるようになるかということですね、まあ、この80点という目標はちょっと高すぎると思われるかもしれませんけれども、企業法以外の科目っていうのは難易度の変動が激しくて、特定が安定しませんよね、例えば今年は監査論の難易度がまあ下がったので、 皆さん取れてるってことですけども、監査論って、時々めちゃくちゃ難しい回があったりするじゃないですかで、そういうふうに他の科目は難易度の変化が激しいので、結局、企業法でですね、まあ、80点以上取っておかないとなかなか安心できないってことになると思いますで、企業法というのはその、そういう意味では対策が容易でして、皆さんもご存知のように、条文と有名な判例しか出ないですよね、でそれもそういう条文があるか、判例があるかあるかないか。 あれれれればば丸なけけってそれだけしか問われません解釈は一切問われないですからね要するに地位不地位の問題知ってるか知らないかの問題なんですねでじゃあ具体的な勉強方法何するんですかっていうことですけどもその基礎的な知識のインプット部分ですね、まあ、富士山の頂上から8合目ぐらいまでの部分というのは これって実はまあその講義を聞いていただくよりもですねご自身で一問一答間違わなくなるまで解く方がまあ効率的かもしれないですねただ、この方法で勉強しますとですね担当に受かった後論文の勉強がなかなか大変なことになってきますのであんまりお勧めはしませんでまた、ですねこのご自身でそういう形一問一答を解き進めていくという方法ですとその企業法の基礎知識がまあすでに身についている 方ならいいんですけども、もそうでない方っていうのはま疑問ばかりどんどん出てきてです、ね、でなかなかはかどりませんし、やっぱり途中で嫌になってしまう可能性がありますよね、えまあ、いずれにせよ、その一問一答っていうのはもう必須の教材になってきてると思います。受験会でも えー、多くの皆さん使っってらっしゃいますよねその一文一答を解く時には、まあ、間違った足でだけでもいいですから築城解説やお使いの六法に、えー、当たっていただきたいと思いますでこれはあの生の条文に当たるということで意外に発見があったりするんですよね、あのー、足で作ってあるっていうのは、まあ、加工したものですのでそれを生で見るとあだったらこういう聞かれ方もするななんていうことも思いついたりしますのでぜひ。えー 生の条文、まあ、時間かかりますけどね、時間許す限り当たってください、まあ、これはですね、こういう作業っていうのは、何よりも、試験委員の先生も生の条文から問題作るわけですから、やはり、うん、できるだけ見ておいた方がいいと思いますね、でまあ、それで70点ぐらいまではそれでいけるだろうと、一問一答中心でいけるだろうと、でまあ、ただもうちょっと欲しいっていう、あと10点分ですけれども。 欲しいいいう方ああるいはまあ、企業法の基礎的な知識に自信のない方はやはり担当上級講座聞くのがやっぱり一番効率的ですよ、でこれはまああの講義を聞くってことは、まあ、全18回ですか、今、企業法は18回なんですけどもご自身で一問一答を解くペースメーカーとしても有効でしょうし、講義ではかなり基礎的なレベルからお話してます。ただあの これだけ膨大な量を18回でやるっていうので、進度はかなり早いですよ、ですからあの復習には相当時間取られるというふうに思ってください、ただそれでも自分自身で勉強するよりは全然効率的ですので、まあ、講義を聞くというのも一つの選択肢ですよねで、具体的な講義方法につきましては、あらかじめですねマーカーが引いてあるテキストをプレゼンターに移しまして、 でその上で自分で読んだだけでは分かりにくい条文とかあるいはまあ普通に読んじゃうと誤解しやすいような条文というのがありますのでその解説を中心に、まあ、ちょっとだけ論文対策も兼ねて条文の趣旨をまあ短く説明していきますで条文の趣旨っていうのはですねこれまあ、それ自体は試験に出ないんですけどもただ、条文の趣旨を覚えるってことはまあそれだけ負担が多くなるかなって思われる方もいらっしゃるでしょうけどもむしろその記憶の定着には有利に働きます。 えー、もう理由も分からずにね、条文の結論だけ覚えるっていうよりは、その趣旨っていうのは、条文の存在理由ですからね、なんでそんな条文があるのっていう、それを一緒に覚えた方が、条文の結論より、条文の結論もですね、より覚えやすくなるんじゃないかと思います、でテキストでプレ,プレゼンターで映しますそのマークしてある部分っていうのは、担当式試験で過去に出題された部分と、でまだ出題されてないけれども、まあ、これは確実にそのうち出るよねっていう部分についてマークしてあるんですね。 で企業法の場合はですねそのその条文の固有の重要性とは無関係に本当にランダムにもここ最近特にそうなんですけども取材されますからだからまあマークしてない部分からの取材ももう今後ないとは言えないというよりもどんどん増えてくるでしょうね最近まあそういう傾向強くなってきました、まあ、従いましてですねもう面倒くさいって方はマークせずに講義内容の要点をそのテキストにメモするというまあ、普通の 受講スタイルでもいいいと思いますただ、まあ、あのテキストにマークだけじゃなくてちょっとメモしてあるものもあるんですけどもそのメモは書き写していただいた方がいいとは思います、まあ、そのメモする部分があのたくさんある場合には板書という形でお付けしますのであとでそのテキストの該当部分に書いていただくとスペースない場合にはちょっと大きめの付箋を貼って書いていただくとそうするとまあ一体化する知識を一体化するという上でいいんじゃないかと思います そしてですね、担当上級講座を聞かれましたら、えー、ぜひ担当ポイントアップ登壇は受けてください、担当もしも受けてください、公開もしも受けてください、で担当ポイントアップ登っというのはあの、えー、最新の判例はね、最新の判例はテキストに折り込む時間がない場合だってありますから、その場合には担当ポイントアップ登壇で出題したりしもしますしで、新傾向の担当問題については、その登壇の中で、 えーまあ、こういうのも考えられるねっていうので、まあ、いくつか提案型の問題というのも出していただきたいと思います、あとはあこう足と足の関係からね、あの消去法ではなかなか答えは <laughs> 見つからないんですけども、怪しさ、怪しさの比較っていうので、えー、正解を導く技術というのも、当連で、当連を受けることによって、磨いて、えー、いかれるんじゃないかというふうに思いますね。はいといととううようなことで <laughs> えー、あとはいいかな <laughs>、まあ、あと個別の問題の解説につきましては、試験当日の、えー、回答速報会の方で、えー、お話ししてますので、まあ、今回は個別の問題は、神経口問題についてこういうの出てますよぐらいの、えー、解説にとどめまして、えー、個別の解説は、また、まあ、すぐに解説冊たも出ますからね、そちらの方をご覧いただければと思います。 はい、それでは企業法はこれで終わります。どうも、お疲れ様でした。はい、えー、それでは分析会の管理会計論ですね。始めていきたいなと思います。えー、担当アレックス専任講師二宮です。よろしくお願いします。はい、えっと、皆さん、本試験お疲れ様でした。まあ、今回の、まあ、管理会計論ですね。まあ、ちょっと簡単な分析を行っていきたいなと思うんですけども。まあ、基本的に、その、まあ、今回受けられて。 でまあ、次の,その12月の本試験ですね、まあ、ちょっと気は早いかもしれないんですけれども、まあ、それに向けたその対策について、まあ、一通りお話ができればなというふうに思っています。はいでまあ、とりあえず、使っていくものとしましては、本試験の問題とこちらのお配りしたレジュメですね、えーまあ、こちらをお手元にご用意いただきまして、ちょっとまあレジュメの方ですね、まあ、1ページ目開いていただきますと、まあ、簡単な形式面での分析を載せていますが、 まあもうご存知かとは思いますけどここ最近ずっと管理会見についてはもう計算と理論が半分半分の取材になっていて配点ベースだと計算60点理論40点っていうところでもう固まってるのかなとは思いますから、まあ、この形式がまあ次の試験においてはもう適用されるのかなとは思いますんで、まあ、その想定のもとねあの受験に臨んでいただくといいのかなとは思います。 でまあ、管理は割とそと難易度が安定しない科目ではあったんですけど、まあ、前回の12月と今回の5月っていうところは大体まあ同じぐらいのレベル間の問題になっていて。 まあそれより前の試験というのがしばらく難しい回が続いていて、まあ、すごい計算ができる方とかでもあの時間内には全然3問ぐらい手つかずになってしまうぐらいの難易度だったのかなと思いますけど、まあ、今の試験ですと、あの計算早い人で、まあ、1問手つかずのものが残るかなというぐらいで、まあ、残りのものについては時間内にまあ早ければ解ききれるというようなレベルにはなっているのかなと思います。んで まああのー、以前は管理はちょっとね、その得点するのが難しい科目で、どっちかっていうと、まあ、保守的な科目といいますか、まあ、あんまり攻める科目ではなくて、守っていきましょうねっていう位置づけではあったんですけど、まあ、これぐらいのレベル間の試験になってくると、ある程度、管理会計で貯金をすることもできるようになってくるのかなと思います、他の科目の補填に管理会計を使うということも、ね、できなくはないのかなと思いますので、まあ、ぜひね、ちょっと管理会計で、まあ、 高得点その8割とか取るのは結構きついとは思うんですけども、まあ、70%とかっていうのを目標に掲げてね進めていただくっていうのも割と現実的にはねあのいけなくもない水準になってくるのかなとは思いますので、まあ、少し目標を高めに設定した上でね、まあ、12月の試験を目指していただくと、まあ、よろしいのかなと思いますはいで簡単にまあ次のページなんですけど、まあ、各問題に対するまあコメントと あと今回の試験、ですねあの絶対にこれは取ってほしいというところと、まあ、この丸のついた問題のうち半分は、ね、正解したいというところと、あとまあ間違えてもしょうがないかなというところで、まあ、一応、この3段階の評価を行っているんですけど、この確実に取りたいところの中でも特に取ってほしいというのが、まあ、この計算だと問題4と問題7ですね、ここを間違えていると、ちょっともう基本的なところから出直しという感じには。 なりますね問題4は分音別計算の改定式配布に関するまあほに基本に忠実な問題といいますか、まあ、入門の説例とかで載っててもおかしくないレベルのものになってくるかなと思うので、まあ、改定式配布法のそういった補助部門のね序列のつけ方さえ分かっていれば回答することができる内容だったのでここはまあ正解したいところですね間違えてるとかなり厳しい結果になるかなとは思います。 あと問題などの標準原価計算ですねここもここ最近の試験ずっとそうですけどもう長らく標準原価計算で難しい問題っていうのが出てないですね担当式試験ではずっともう標準原価計算っていうのは割と得点がしやすい論点になってくるのかなと思います論文の試験も実はそういったことが割と言えていまして標準原価計算の問題ここ最近は本当にあの割と点取り問題といいますかあの積極的に取りに行っていい 論点にななっているのかなとは思いますんでね、まあ、この4番7番っていうところはやっぱり確実に今回の難易度だったら正解したかったかなっていうところですあとまあ計算だと丸がついているものとしては問題6の工程別の計算ですねこれもすごくシンプルな問題ですねただまあ資料がね若干分量多くて2ページにまた,またがってるっていうところがありますんでまあ見た瞬間ちょっとこれはやめておこうかなっていう、まあ、そういうね、あのー まあ、危険を察知して回避したという方もいらっしゃるのかもしれないんですけどただ、やはり、ね、あの構造的に難しくないというか工程別計算もそうなんですけどね時間かければ大体正解できることが多いので、まあ、こういったところは、ね、多少資料が多くてもあの取りに行っていただきたいところではありますねどうしても、ね、その原価計算の分野よりも管理会計の分野の方がそが計算で点が取れない可能性っていうのが高くはなってくるので まあどこかしらで何かしら見たことがありそうな問題であればねそこはちょっと資料が多くてもやりに行くっていうのはねスタンスとして持っといていただくといいのかなとは思います、まあ、問題6もだからまあ何とか正解してほしいところではありますねあとまあ計算だと最後の問題16設備投資ですね設備投資、まあ、これもすごくシンプルな問題なので まあ、設備投資という論点そのものが、ね、嫌いな方にとっては厳しいかもしれないんですけど問題集とかにも類似問題があの載っているところではありますので、ね、やってた方であれば、あのー、正解できる可能性というのはかなり高かったのかなと思います。で一応まあ今回の試験 目標点数として大体6割っていうところを、ね、目安に考えていただければとは思うんですけどただ、その後ですねあの他の予備校さんでいろいろそういった本試験のリサーチとかやっていてあの皆さんの、ね、そういった点数とかの集計とかをやっているわけですけどそこのまあリサーチの結果でだいたい平均点で5割後半とかで管理会計出ていて、まあ、もちろん そういういリサーチとかに出している人っていうのはもともとできている方たちなんであの実際の本試験の平均点っていうのはもっと低くはなりますけどもでもそのリサーチ出している状態で6割ぐらいというところが平均点になっているぐらいなんで、まあ、ちょっともしかすると私がその本試験解いた当日の所管よりももう少しあの合格ラインの点数っていうのは上になってくるのかなとは思います、まあ、60点ちょっとぐらいですねあの取ってないと管理会計で厳しかったのかなというところで。 まあそのためにはやっぱり今、ね、あの指摘した計算4問っていうのは確実に正解しなければいけないところですねでプラスアルファでできれば最低でも計算1問は拾いたいってとこですねで、まあ、割とまだ取りやすいかなとうう思うのが問題の13なんかが ABC の問題ですけど、まあ、残っている計算問題の中だとまあまあこれは取りやすい方なんじゃないのかなとは思います まあ割とね、これができるかどうかっていうところで、受験生間で差がつくのかなと思います。あの問題14の業務的意思決定の問題、これは全然できなくてもいいんですよ。あのできる受験生の方がまれだと思うので、まあ、こういったところはもうね、別にできなくて全く問題ないんですけど、13ができるかどうかで、だいぶ差がついてくるのかなとは思いますね。ちょっと問題13開いていただくと。<laughs> これはね割とシンプルな問題なんですけど、まあ、管理会計、得意な人と不得意な人で分かれる問題だと思いますね、これ自体はね。で何が難しいってわけじゃないんですけどあの以前も出てますけどね ABC ってこういうちょっと推定挟むような問題で出てくることがあるんですが、ここの製品 B のね今回。 売上総利益の金額が問われているわけですけど製品 B に対する管理活動原価の割り当て額っていうのを計算するにあたって B の売上高っていうのが分からないと計算できないんですけど B の売上高っていうのを求めるためのこの販売数量っていうのがブランクになってる状態だというところでじゃあどうすればいいのかなっていうところでちょっとあのー、始め 戸惑いをねあの感じるところではあるんですけどもあのこういうちょっと推定系の問題がね得意不得意ってところで本当にはっきり分かれてくるのかなと思うんですが、まあ、なんとかねこれは、まあ、頑張ればできないものではないのかなとは思うのでちょっと現場でやって欲しかったかなって思うところではあります。でまあ、またね詳しい解説とかはあののの当日のその 回答のね動画を上げているのでそちらを見てもらえればとは思うんですけどもあのこういうちょっと推定挟む問題とかが管理会計分野っていうのはどうしても少なからず出てくるので、まあ、こういうものにうまく対応できるかどうかっていうのはもうその人のちょっと数学的センスっていうと大げさな表現になってくるかもしれないんですけどもちょっとそういう数学的な素養みたいなものっていうのも必要とされる場面がありますので。 まあ管理会計分野については、ね、管理会計論という科目が本当に苦手な方にとってはちょっと厳しいところはあったりはしますだからその方は特に原価計算の方で落とさないようにですねそこをしっかり足元を固めるというのがまあ対策としては重要で結構こういう推定問題とかの,、ね、その計算の対応力を上げていこうとかって思ってもこれで上げづらいというか、まあ、あのお分かりいただけるかとは思うんですけどあまりこれ管理会計動向の話ではなくなってくるので まあその数学の勉強すれば上がるのかというと、すごく回りくどい勉強することになりますから、あんまりそういう対策というのも現実的ではありませんので、まあ、やみこもにこういう推定系の問題を得意にしてやろうという感覚で勉強するよりは、他のところでしっかりと、ね、あの計算、確実に合わせられるような知識を身につける方が現実的ななのかなとは思います。はい。ただ、これぐらいの推定だったら、なんとかやれてほしいところではありますかね。はい 前回も出てましたけどね、こういう推定というか、あの連立方程式を解いて回答していくみたいな問題とかですね、本当にどうしても管理会系分野って、ちょっとひねった出し方というか、あの問題の難しさをちょっと底上げしようって考えたときに、こういう逆算とか推定とかをね、まあ、入れざるを得ない部分があったりはするので。 まあこういう出し方っていうのは今後も、ねあのー、別の論点でも出てくるでしょうからねある程度、そういった、あのー、まあ心づもりをねした上で本試験に臨んでもらってそれ以外のところを絶対落とさないようにするっていう感覚は大事ですね、はい、あとまあついでにちょっとこの問題を使ってお話ししておこうと思うんですけどあのー。 この12月の、ね、対策とかを行っていくときにもう基本的な管理会計の勉強のスタイルとしてはもう教材は限られていてあの計算については基本もう上級問題集ですあの上級講座でお配りしている問題集をこれしっかり回転させるというのが前提になってくるとで理論に関しては一問一答問題集を使っていただくというところでもうこの2つしか教材っていうのは基本的にありませんのでこのアウトプット教材2つを、まあ、しっかりと回転してもらって対策を取っていくというのが基本的なスタンスにはなってきます でこれをやった上で今回点が取れなかったと。 まあ上級問題集とかはもう5回、6回、7回、8回とかっていう回数やってて、全然計算で半分も取れませんでしたっていうところがね、これがなかなかやっぱりね、今後の対策、どうすればいいのかっていうのが悩ましいところで、やってない人はね、やればいいだけなんですけど、やった上で点が取れないって方もやっぱりいて、その方の対策としてはね、やっぱりその結局やることとしては、ののいろんなものをやっていくっていうよりは、今ある教材の習熟度を高める方が、やはり効率はいいので、 その問題集のちょっと使い方を変えるというかね、まあ、問題解くしかないんですけどただ解いていくときにその回答プロセスを言語化するっていう作業をやっ,ぱやってほしいんですね。回答プロセスを言語化する、まあ、目で解くっていうのとまあ近い言葉になってきますけどなるべくその問題の回答プロセスを口で説明できるっていう状態に仕上げていっていただきたいんですね。 これが結構、ね、あの問題集、あのすごい回転数やられている方で点数が取れていない方に多いのかなと思うんですけどやってない方がやってない方ですね。まあ、この問題とかですとあの製品 B の売上総利益が問われていてで、まあ、売上もわからないとでこの管理活動原価の割り当てる際の、ね、売上高の,この基準というところもわからないんで、ね、どうすればいいのかなというところが初め疑問に感じるところなんですけど ただまあこの製品への売上総利益の金額が示されているので,で A については売上高も分かると売上総利益も分かるとということは売上原価は逆算できるなってことが分かりますね。でこの A の売上原価が分かるっていうことは、まあ、これ直接費と間接費に分かれていくわけですけど直接費については1個あたりの金額が示されているので売上原価から直接費っていうのを引いて間接費の金額合計を求めることができるなってことも分かるわけですよ。 ということはこの製品 A に対するこの管理活動原価の割当額が分かるなっていうところが道筋として思いつくんですねでこの A の管理活動原価の割当額が分かれば、まあ、この割当額と A の売上高を使ってコストドライバーのレートを求めることができるとその売上高1円あたりの管理活動原価の配布額っていうのが求まるなっていうのがそこから分かりますんでそれが求まれば 製品 C の売上高は分かるんで C の売上高にこのコストドライバーレートを掛け算することによって C に対する管理活動原価の割当額を割り出すことができるなとで A と C に対する割当額が分かれば、まあ、この全体は90万という活動原価が分かっているんでね90万から A と C に対する割当額を引いて B に対する割当額を差額で計算することができるなっていうのが分かると。 でこの B に対する売上のあ管理活動原価の割当額が求まればその割当額をコストドライバーレートで割り戻せば売上高を逆算することができるなというこういった回答の道順ですねあのいきなりこんな道順を立てて回答していくことはできないんですけどもただこの2回目3回目っていうふうに解いたことのある問題であれば今のような回答プロセスの言語化っていうのを進めることによって、まあ、その問題に対するです、ねまあ、理解度っていうのを深めることができるんですね。 一時計算しなくていいんですよもう電卓入れているとこんなん時間の無駄なんであの数回やった問題であればね今のように回答プロセスをしっかりと自分の口頭で、ね、追いかけることができるかどうかですねそれによってねその問題の理解度っていうのを測ることができます今の作業ができるってことはその問題を全て掌握している証拠なんですよ100%その問題を掌握しているから今のような回答の手順っていうところを口頭で説明できるってことになりますんでね だからまあ問題集とかを解いていく中でも各問題、そういったことができるかどうかというところを一つの試金石に考えながら、まあ、回転数を上げていくという作業をしていただくとまた一段高いレベルの、ね、計算力がついてくるのかなとは思いますのでもう複数回問題集をやった方であればちょっとそういったことを試みていただくといいのかなとは思います、はい、やってない方はとにかくこれからなんであの今から回転数を上げてもらったら構いませんのでもう4回、5回とかやって、ね、なかなか点に結びついていない方はそういったことをちょっと、ね、やってみてください。 であとちょっと残りの時間でですね理論について簡単に触れておきたいと思うんですけどちょっと問題1ですね開いていただいてこれまあ問題集に類似問題が載っていましたけどまあなかなかやってたからといってできるものではないのかなとは思いますなんとも古臭い問題なんですけどまあ今後の試験でこれが出るっていうのはなかなか考えづらい まあ大体10年ぐらい前に1回出たっていう感じのものになりますので、まあ、10年に1回出るかどうかみたいなレベルですから、まあ、あんまり復習しても,もうしょうがないのかなとは思うので、まあ、この問題自体はまあ、ねあのまあ、出てきて運が悪かったなぐらいに考えてもらえればいいんですけど、まあ、やってた受験生もいないでしょうから、まあ、あのもう復習する必要性もないかと思いますもう無視で,、OK で,すねはい、で一応問題2がね あのまあ、回答なしになるのか、3番になるのかっていうのが定かではない計算の問題ですけど、まあ、これについても当日の解説の,講,座の講義の中でお話はしているんですが、まあ、どうなるかわからないですね、これはね、あの買いなしになるとね、また管理会計のちょっとボーダーっていうところもちょっと上がってくるのかなとは思うので、結構大きいですからね、これ8点なんで、全員正解だと、ね、8点分、無条件に加算されることになりますんでね、まあ、ボーダーを押し上げる要因になってくる可能性はありますね。はい まあ、ちなみに余談ですけど管理会計ってここ5回の試験の中で3回買いなしの問題が出ていてまああんまり買いなしを想定して対策取ってくれなんていうことは言えないんですけどただまあ本試験の問題っていうのはね必ずしも完璧な問題が出てくるわけではなくてこういうちょっとあの不完全な問題が出てくることもありえるのでまあ 1一つの問題で回答が出なかったときにあんまりその問題に躍起にならない方がいいですねある程度どっかのタイミングで損切りするじゃないんですけども見切りをつけて次の問題に行くっていうふうにちょっと気持ちの切り替えみたいなものもね、作業としては必要になる場面が出てくる可能性はありますねちょっと次の12月もね買いなしの問題とか出てくる可能性もなきにしもあらずなんでねちょっとその、あのー、考え方というかね、まあ、買いなしかもしれないっていうのは頭の片隅に留めておいてくださいで、 次の問題3がちょっと難しめの原価計算の理論、まあ、これが今回の,あの通常の原価計算の理論の中だと若干解きづらい問題になってくるのかなと思うんですけど、まあ、あといが正解でこのあといがね丸だっていうところがなかなかパッと見はね判断がつきづらい問題になってるのかなと思いますちょっとこのカスタムメイドとかねジョブコスティングとかあんまり聞きないなりね横文字が出てきているので、まあ、若干珍しいんですけどねこういう出し方するのは。 ここでまあ正語判断を切るのがちょっと難しいので、まあ、うとえを読んで、ね、あの正解を導き出していくっていうのが現実的な回答の仕方になってくるのかなとは思います絵に関してはもう明らかな罰だというのはこれ普通に原価計算の、ね、そういった基準の対策をやっていた方であれば即効判断できると思います直接費は原則予定の発生額をもって付加するなんていうのはこれもう大うですから。 まあ実際の発生額をもって付加するっていうところがまあ原則的な手続きになってくるんでね、まあ、ここは当然、×だっていうのが速攻切れて「う」についてちょっと悩むのかもしれませんけど、まあ、これも基準の31番とかをしっかりと読んでいた方であればあの個別原価計算に関するですねこの手の個別原価計算という手続きを適用する範囲ですね。 まあどういった場面で個別原価計算を適用できるのかっていうこれ系の過去の引っ掛けってもう何回も何回も出てるんですよ。 まあちょっとこのロット別生産云々というこの表現で出されたことはなかったんですけども、過去の本試験でも個別原価計算の適用をしていくにあたってその適用範囲を絞めるような、ね、あの理論問題っていうのが出てきたことは過去何度もありますので、ね、基準の31番に個別原価計算っていうのは製品の原価を計算する以外にも、ね、いろんな場面で適用できますよということが具体的に書かれているわけです。けども。 そこの内容が分かっていていね個別原価計算の本質っていうのは製造差し所に原価を集計するそれが個別原価計算の本質なんで別にどういう生産形態であろうとも個別自体は適用ができるってことが分かっていればロット別生産でも適用できるなっていう判断がつくので、まあ、そこのまあ基準31番の内容のまあ理解がちゃんとできているかどうかによって確実に 罰がつけられるかどうかというところが変わってくるのかなと思いますけどここはまあなんとか罰、ね、つけて、まあ、正解してほしいところではありますね、はい、ただまあちょっと難しいかなと思うので正当可能性は注意しています、はい、で次の問題4は先ほどご案内したとおり改定式配布の簡単な問題ですねで問題5番これ原価計算基準ですねしっかり対策をやってた方は確実に正解できる問題かなと思いますけど まあ、意図が、ね、もう過去の本試験でも何回も出てますね。基準の24番からの出材で非常にまあ簡単な問題ですね。絵、まあ、についてもこれ基準27番の、まあ、原則として損時期は度外視を適用しようという話で、まあ、減損費についてもその処理方法に準じるということになりますので、まあ、ここも簡単な規定ということになりますからね。まあ、これ絶対正解したい問題です。ここ間違えてるとあの本当に もう講義1から聞いてくださいというレベルにはなってきますのであのここは絶対正解しなきゃいけない一番簡単な理論問題だったかなと思います、はい、で次の問題6は工程別計算ですねで問題7は標準原価計算の簡単な問題で8もまあ標準原価計算の理論で簡単な理論問題で、ねまあ、これも今さっき見た理論と同じぐらいのレベル感というかかなり簡単な理論ですね 基準の47番の減価債の会計処理についてね頭に入っていれば正解できる内容ということになりますので、まあ、うとえがもう明らかな誤りですからねここはもうあの、まあ、入門生の方でも十分正解できる内容かなというふうに思います。はい、で、次の問題9から管理会計分野の話になりますけど。 まあこの管理会計の基礎知識、ですね割とまあよく分かんないものが出てくることも、ね、ある分野ではある,あるんですけど、こういう計画チックな話が、ね、出てくることもしばしばありますんで、ね、わ、まあ、割と知らないことも、ね、問われる可能性があるんですけど、ただ、知らないものっていうのは大体正解なんですけど、あのこのうのスウォット分析です、ね、計画選択肢もうあの計画の講義とか聞かれていた方は、ね、全然あのスウォット分析っていうのはご存知だとは思うんですけども。 まあ計画選択じゃない方はちょっと、ねあのー、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思うんですがただ、なんとなくニュアンス的に、ね、雰囲気で合ってそうだなというのは、ねあのー、伝わる部分はあるのかなとは思いますけど一応、この問題はあのー、予備交換でちょっと答えが実は割れているところで「い、あのー」イを、ね、×にしている学校もありますねただ、まあ「い」は明らかに丸かなとは思うので、まあ、基本的に4番以外正解になることはないとは思うんですけどね。はい あと A が明らかな誤りなんでただまあ A についてはねちょっとその知らなかったっていう方もいらっしゃるのかなと思いますけどあの経営管理のプロセスっていうのは戦略的計画マネジメントコントロールオペレーショナルコントロールこれまあかなり古い言い方なんですけどね、まあ、この3つにねあの分類されて。 でこれは組織における階層の違いを想定しているっていうところが正しい表現なんですが、まあ、戦略の策定なんかは、ね、基本的にトップマネージメントの役割ってことになりますしマネジメントコントロールっていうのはこれ基本的にはミドルマネージメント、まあ、トップマネージメントも関係しますけども、まあ、基本的にはミドルマネージメントが中心になってくる。 オペレーショナルコントロールというのはこれ現場の管理者というレベルになってくるので、ねまあ、組織階層を考慮したそういった経営管理のプロセスになっているということがあの、まあ、事前の学習時に、ね、なんとなくイメージが持てているかどうかによって、ね、このツ×というところの判断は、ね、あの変わってくるのかなとは思いますけどただ、あ他のものに比べてみると、まあ、これはあってそうだなというのはまあ分かりやすいものではあるのかなとは思うので、うん、まあなんとか、ね、あについては×をつけてもらいたかったかなというところですかね。はい で絵は一応テキストに載ってますね。この被財務的な業績の向上が、財務的な業績の向上に至るまでのタイムラグがあって、被財務業績の改善というところをね、まあ、これを当期の業績としてね、用いていきましょうという話がテキストの欄外とかに書かれていましたので、そこまで読めていた方はね、正解できたのかなとは思います。はい、ただ、ちょっと難しいですね、管理会計の基礎知識は。はい、で、次の問題10は、これはまあ、難しい計算ですね。 日一級の過去の本試験の問題になりますけども一応まあ当連で類似問題出していたんでやってた方はもしかしたらねできたかもしれないんですけどまあ初見だとできなくてもしょうがないかなっていうところですはいまた解説の方を見といていただければと思いますで問題11ですね予算管理ですね予算管理、まあ、これも結構間違えてる方多かったかなとは思うんですけどまああとが誤りで割と基本的な問題ではあるんですけども i got 割と切りづらいかなと、うわ明らかな間違いなんでね、あのもうすごいテキストでも A ランク表記のものになってきますから、まあ、ボトムアップ方式のね予算編成とかトップダウン方式の予算編成のメリットデメリットっていうのはね、まあ、ここはもう論文とかでもね過去問われたことがありますし、確実に答えられなきゃいけないところです。あがねやっぱちょっとパッと見読んでると、まあ合ってそうだなっていうところでね悩ましいんですけど、まあ減価目標ではなくここ利益目標ですね予算っていうのが利益管理のツールだってことが理解できてるかど。 どうかを問うてると結構この辺は暗記っていうよりも理解ですかね、まあ、ちゃんと分かってるかどうかによって正誤判断っていうところできるかどうか変わってくるのかなとは思います割と管理会計の分野についてはその知ってるか知らないかっていう要素が問われることももちろんあるんですけど理解してるかどうかによって正誤判断できるかどうかっていうのが決まってくる部分もね多分にあるんですよ 予算が利益管理のツールであるってことをちゃんと、ねあのー、自分の中でイメージとして固めることができていれば正解できたんですけど、まあ、そういう理解度が、ね、関わってくるっていう意味ではこの問題15とかもそうなんですね問題15これももう知ってるか知らないかの世界ではないんでねこの選択肢の「う」なんかは別に事前に、ね、全く同じ足を見てるわけではないと。 この環境変化激しい状況下で各種の職務を遂行する上で詳細な現場の情報が有用とされかつスピードを重視した経営が必要な時には組織を集権化することが長所 通勤がすることの長所がより生かされてくると言えるって書いてるんですけどこの環境変化の激しい状況下ではより現場に近いところに意思決定権限っていうのを移譲して現場の判断に任せた方がいいわけですよいちいち、ね、トップにお伺いをしてからですねトップが判断してからじゃ遅いわけですから、まあ、文献化をする方がいいっていうですね、まあ、この辺り、集権化と文献化っていうのが、まあ、どういう効能を持ったものなのかっていうのが分かっているかどうかの話になってくるので。 この辺はもう、ね、暗記じゃないんですよねちゃんと理解しているかどうかの世界になってきますから、まあ、これは、ね、単純に一問一答問題集とかを回すっていうよりはあの自分でしっかりとそのこの選択肢が何で間違っているのかっていうそこの,あの理由付けの部分が普段から意識的にできているかどうかによって、ね、変わってくるのかなとあるいはテキストとか読むときにも、ね、しっかりと自分の中で咀嚼して読めているかどうかっていうところで、ね、正誤判断変わってくるのかなとは思いますんでねちょっと今回ね、ね 一問一答問題集とかも何回転もやった上でね点数が取れなかったっていう方については多少そのアウトプットっていうのを意識してねやってもらった方がいいと思いますあの将来的に論文の試験の対策をしていくときにも自分で説明できなければいけないのでその準備を今のうちにやっといていただければですねあとの学習負担っていうのを軽減することもできますので 一問一答の問題集で、その×足だけで結構ですのでね、なんで間違えているのかっていう、そこのなんでの部分っていうのを自分で説明するってことを意識して取り組んでいただければ、またその理論の理解度っていうのを高まってくるかと思います、特にこの管理会見の分野なんかそうですね、割と漠然として、抽象的な部分が多いんですけども、まあ、自分でなんか説明するっていう意識でね、なるべく具体化して、自分の中でイメージを固めた上で、文章化していくっていう作業をしていただくとですね、あのかなり将来的に、 管理会見についてはですね、まあ、理論で、あのー、点数を取れるようなねそういった得意分野にすることもできるのかなと思いますので、まあ、ぜひ、ね、ちょっとその作業っていうのをね一問一答問題集何回もやられた方は、まあ、これから進めていただければなと思います。で、はい、ですのの、まあ、ちょっととねその問題集とかを もう何回転もした方についてはですね先ほどご案内した通りちょっとその問題集の使い方的なところをねあの工夫してまあ、今後の次の12月の試験っていうところを目指してもらえればなとは思いますであとまああの前回のね5月目標の時にもそうしていただいた方多いかとは思うんですけどあの担当ポイントアップ等連がねその 9月の末ぐらいから始まりますので、まあ、基本的にはもう過年度の受験生の方なんかはそこを本試験の日だと考えてあの逆算して勉強を進めていただくっていうのがあの勉強のスケジュール管理の方法としては望ましいのかなとは思いますのでねそのためにはこの6月7月に何しなければいけないのかっていうのを考えながらですねあのこれからちょっと一日一日大事にしながらですね、えー、まあ過ごしていただければなと思います。はい まあそれではですねちょっと簡単ではあるんですけどまあ管理会計については以上となりますので、えー、お疲れ様でしたはい、えー、それでは監査論について始めていきたいと思います、えー、担当久坂ですよろしくお願いいたします えっと、監査論はです、ねあのまあ、毎度のことなんですが過去問はもう常に、ね、どの問題もやっていただきたいというスタンスなので、えー、今回、この分析会でもこの分野がよく出ているからやっておくというよりはあの個々の、ね、問題について、まあ、取れるべきだったかどうか、ねえー、あるいは今後、えー、12月の担当で初めて受験される方についてはあこういう問題を取っていくんだということを、ね、明確にお伝えしていきたいと思います。えー、なので、えー、ここがこのでこ分野が特に やっといた方がいいっていうことではなく、監査論はとにかく過去に出た問題は全てねやっていただくということで、えー、ご理解ください。で、えっ、ー、とじゃあ具体的に今回の試験で、えっ、ー、とちょっとねあの試験終わったすぐの動画でも、えー、撮ったんですが。 やっぱり正当可能性よく分析してみるとちょっと変えております試験直後の動画とはちょっと変えていますが全体としては、ね、こんな感じになっていてちょっと画面上、小さくて申し訳ないんですが、えー、正当可能性高い問題が全部で11問で中程度が6問。 低いのが3問ということで、えー、やはりね、まあ、13問程度取れるのが、えー、監査論の合格ラインかなとは思ってますが、まあ、あの、14問ぐらいね、取れれば、まあ、他の科目にもね、えー、いい影響を与えれたかなというふうに思いますし、まあ、12問だからって別にね、落ちるわけでもないので、えー、まあ、この問題であれば13問程度、13から14ぐらいというのが理想かなと。 で正当可能性高い問題、えー、ここに下にも書いておきましたが11問あるうちの、まあ、これは、ね、10問9問から10問取っていただきたいとで中程度を3問ぐらい,です、ね、3問ぐらいで低い問題を1問ぐらい取ると。 えまあ13。1で14問取れるので、まあこのぐらい取れると良かったかな？という問題ではありましたね。ただ、あのー、監査論、今回、私は正直あのー、初めて問題見たときに難しいなと思ったんですね。で、これはなぜかというと選択肢で、えー、特に見たことのないような内容が。 あの結構出てたんですねなのでそこの部分で難しいと思ったんですが一方で見たことのある選択肢と見たことのない選択肢が明確に分かれてたので回答するとなった時には意外と取れる問題もあったということで全く知らない内容も多いんですが結果として取れた方も結構いたんじゃないかなというような分析をしております。でえー、とちょっと具体的に、ね、問題を え、簡単に、え、言っていきますけど、まず問題1ですね。もうこれはいいですよ。これはあの、え、解説、あの、速報動画でも言いましたけども、問題1はもうこんなのできなくていいです。え、これは今後、もし、あの、次回初めて受ける方とかね、担当受ける方いたとしても、この問題はもういいです。こんな歴史をやる必要はないです。なので、えっ、ー、と、問題1は取れなくてよかったということですね。で、えっ、ー、と、問題2ですね。問題2は、 会計証における監査法人、まあ、ここは、ですねあの,あの選択肢が、監査法人の社員は他の監査法人の社員となれないっていう、これも過去問にね過去出てますし、あと、うのですね有限責任監査法人はこれね指定有限責任社員を指定しなければいけないということなので、まあ、ここは、ですねあとうでバチッとねあの丸ということで取れるとよかったかなとで、このいの外国公認会計士の話は非常に重要性低いんですが、あの まあここで1回出てるんでね、えーとまあ、論文対策としてもここは外国公認会計決し知る必要はないんですが一応、ですね、えー、とこの社員 のうちの公認会計士っていうのは、えー、外国公認会計士も含むっていうことはまあ、今後のために頭の片隅に入れといてもいいかなと思います。で、えー、最後のねえ,えっていうのはこれは無限責任監査法人で、えー、全員がですね、えー、無限責任監査法人を代表すると書いてありますがここで特定社員の存在を思い出せたかどうかというところですね特定社員会計士じゃない社員は代表できないと監査に関して代表できないということは、えー、知っておいてい,いただく。 たいと思いますなのでまあここは問題にはねあとうで丸ということで取るといがよくわかんなくてもまあ当腕取れたかなというところですねで問題3ですね金賞法の監査制度まあこれはね中程度というふうにしてレックでは言ってますけれどもまずあのですね非常上であってもこのね有価証券報告書を出して監査の対象となることがあるっていう話はこれはまああの え担当上級とかの中でもね、えー、言っていたので、まあ、ここは丸というので取ってほしかった問題ですね、泡丸と。で、えー、とイはねこれ知らなかったと思うんですが、あのー、これ、四半期レビューね、あのー、任意で受ける必要がないのにあごめんなさい、四半期報告書を任意で提出する場合には四半期レビューも受けなきゃいけないと。 いうことなんでね、まあ、ここは知らなくてもよかったですけども、えー、そういう選択肢が出ていると。で、えーと、ウのですねこの親会社状況報告書とかこんなのも私もあの実務に出てから初めて知ったので、えー、こんなの知らなくていいんですよ。で A なんですね。A の、この外国会社の報告書の中の、えー、計算財務計算に関する書類について、外国監査法人が監査証明を行った。で、この場合で、我が国の監査証明に相当すると認められるものだったら、我が国の 監査証明は不要だとこれはね実は過去何度も出てるんですね、えー、令和元年の試験かなんかでもこれ出てましたので、まあ、ここはあ、ね、と絵で、えー、他を見ずに、えーまあと絵が丸だからということで取れればよかったかなという問題で、まあ、中程度なんですけどもこの中程度のはできれば正解したかったかなという問題ですねで、えー、と問題4もですねこれも過去問そのままなんですよね 問題4も過去問そのままこれ何かというと A、えー、の選択肢がこの監査概要書の話なんですが、まあ、これもねいささか細かいんですが過去に出てるんですね、えー、監査概要書っていうのはあるんだけれども内部統制報告書には概要書っていうのが特にないので監査概要書に合わせて記載するっていうことなのでこれは正しいと過去問そのままですねで E、えー、のですね四半期レビューの概要書もありますよって話もこれも、えー 学習の中で、ね、やってますから、まあ、あと「意が丸だということで、えー、ここも取りたかったかなという問題ですね。はい、であのしかもです、ね、この臨時報告書は監査いらないという話もこれも何度も出てきてますので、えー、臨時報告書は監査いらないとで最後の訂正の、ね、報告書には、えー、訂正の監査報告書がいる。 っていう話は知ってたと思います。じゃあ市販機はどうなんだっていうことでね、えー、ここは悩んじゃったかもしれないんですが、市販機でもですね、定性の場合は市販機レビューがいるということになりますので、A はバツと。まあ、ここは後とでなんとかね判断するという問題ですね。で、えっと問題の5ですけれども。 もえー、と問題五ですね、で問題五の、えー、禁書法であですね。これは、まあ、あの受験生にはちょっと酷だったかなとも思うんですが、あの監査対象となるものは財務諸表ですよっていう話は、ね、普段していて、この財務諸表って一体何かっていうと、この経理の状況の中に入ってるんですね。つまり、この主要な経営指標の推移っていうのは。 これはあのその財務諸表が載っているところよりも前のいわゆるです、ね、その他の記載内容なんですね。その他の他記載内容に主要な経営指標の推移がありますのでここは監査対象じゃないということになります。はいでえっ、ー、とイのです、ね、この不正リスク対応基準、ねえーこれえー、と上場会社の場合は不正リスク対応基準に準拠しなきゃいけないということもあってますので、まあ、ここは異、ね、は合っていると。 そして有、えっと、もです、ね、これはあの責任の話で、ねえー、虚偽表示を看化してああの投資意思決定に関して、えー、利害関係者がです、ね、損害を被った場合は、まあ、それについてねず、えー、ら故意とか過失がなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負うということで、まあ、これも正しいと。でえー、絵のところこれはいささか細かいですけれどもあの 相当の注意を怠ったことによって、ね、虚偽のあるいは不当の監査証明を行った場合はその監査法人が行うです、ね、他の会社の、えーね、監査証明をしているとしたときにその他の会社の有価証券報告書を受理しない旨の決定ができるとこれ実は、ね、あの講義ではやってるんでですねなので、えー、とここはだということです。 で、えっと、ちょっとごめんなさい、あの途中でなってね申し訳ないんですが、ここね、なんで今、あえてあの内容をちょっと伝えてるかというと、去年もそうだったんですけど、あの担当でグループ監査が出てたんですね、で私はその瞬間に、あこれ、論文でグループ監査やばいなと思ったら、あの論文でグループ監査が出たんですよ、なので、この担当の内容はね、監査論は、あのぜひね、内容をちゃんと復習して、押さえておいておいただくことが、論文対策になりますから、ぜひね、あの去年ね、それもなんか意味深だったんですね。去年あの グループ監査という言葉を使わずに担当では連結財務所要の監査というね前回の担当で書いてあった何で連結財務所要の監査ってわざわざグループ監査って言わないで出すのかなと思ったらえ本試験論文ではグループ監査が出たということでなのでねちょっと,あのえとこの監査の内容は論文対策としても大事なのでちょっとしゃべってます、はい、でえとまあ確かさすがにただこの絵はね今なんで思いついたかというとこの絵についてはこのさすがに論文対策というほどにはちょっと細かいかなと思いますがまあ一応ねえ 受理しない旨の決定もできると、はいでえー、と問題6です、ね、会社法、まあ、この辺の法律系はちょっとね論文では出題可能性はまあ確かに低いですが、一応、ここの、あのね、えー、資本金5億または負債200億円以上の会社、これはいいですね、えー、これは大会社ですよねで、大会社は会計監査人設置会社というふうにね、会社法でやってると思いますので、会計監査人設置ということは、監査を受けなきゃいけないということで、あは正しいということになりますね。 はい、で、えっ、ー、と、い,いですね、い,いはこれはもう企業法の講義の中でね、あの、というか勉強されてるかと思うんですが、あの、監査等委員会設置会社とか、えー、指名委員会等設置会社というのは、会計監査にそもそも設置必要ですからね、えー、そもそもこれ、あの、公開してるかしてないか関係なく、会計監査に設置必要ですから、まあ、い,いは丸ということになります。で、えっ、ー、と、うのですね、えー、 会計監査人がですねふさわしくない非行があったときとかね心身の故障があったとかですね、えーまあ、職務ができないという場合はこれは監査役全員の同意ですよね、えー、この辺もあのまも、あ、しっかり、ね、知っておいてください、監査役全員の同意と。絵、はいえー、のこれはね細かいですよ、こんなの知らなかったと思いますし、我々もですねあそうだったのかと思いましたけどあの連結計算書類にかかる会計監査報告、つまり監査報告書はこれは任意なんです。 これは出さなくても出してもいいということなので、まあ、ここは、ね、ちょっと細かすぎますけど、えー、とあとい「い、まあ」で回答できる問題だったとということになります,で問題です、ね。問題7は会社法でこれもです、ねえーと「い」のところで子会社の業務及び財産の調査権ってそもそもあるんだ 正当な理由がない限り子会社は拒めないという話がありましたので「意は正しいといとう」ことでですよねで、えー、とウの連結キャッシュはこれはそもそも会社法では、ね、この話出てきてなかったと思います。どういうことかというと連結キャッシュは別に作ったっていいんですけどこれは監査という話にはならない監査対象にはならないので、まあ、会社法では連結キャッシュは関係ないということで「う」は。 えっと、あごめんなさいうは誤りで、ごめんなさい、いもツですね、ごめんなさいね、いはツだ、いも子会社の財産の調査権はそもそもあるんだから、えー、監査役等の承認を得なきゃいけないってことはないということで、いもうもツということで、まあ、ここはいとうで、えー、取れたかな、あと、絵もこれ、えー、会社法のね、条文で有名な条文ですよね、会計監査人が監査役とね、意見をことにするときは、これはあの出席して、 述べることが意見を述べることができると、まさにこれも会社法の条文そのまんまということなので、えっと A、は丸と、あもね、この不正の行為とか、法令もしくは定款に違反する重大な事実、これも丸なので、ここら辺んも一応、今一度復習をしておいていただきたいと思います。はいでえっと、問題8の四半期レビューですね、四半期レビューは、皆さんの中でもね、もうご存知の方いるかもしれないですが、あの金融庁が四半期レビュー制度はもうやめようと。 いうことを、あの、4月の段階で公に言ってます。え、岸田さんももともとね、あの、そういう、あの、えー、ことを最初から考えておられたので、まあ、なくなるんでしょうね。なので、四半期レビューが論文で出る可能性っていうのは、正直、かなり低いんじゃないかなとは思ってますけどね。なので、まあ、ここは、その復習というよりもね、この今の内容を見ていきたいと思いますが、ここは、あの、うとえがですね、まあ、そのまんまと、 いうことで、えっと、うとえが丸ということで、ねえー、取っていただきたい、うの限定的保証業務だから消極的形式の結論の表明だとかです、ねですね、えのー、不適切な会計処理があって限定付き,、えー、限定付き結論を表明するこの場合には、ね、結論の根拠に、えー、区分に修正すべき事項と可能であれば、えー、その与える影響、ここも、ね、可能であれば与える影響と。 で限定付き結論とした理由と、ねえー、いうことで、まあ、ここはそのままなので、まあ、なんとか、えー、ここで取りたかったかなというところですね。であの四半期レビューの時に内部統制について理解することは求められているということはちょっと今一度知っておいていただきたいのとあと、いのですね四半期レビューで質問を実施するとともにこの商標突合っという言葉なんですけどもこれはね、えー、書類を書類と書類を あの付き合わせて、えー、確かめるというまさに、ね、詳細テストでやるような話なのでここまでは四半期では求められていないということなので意、えー、は誤りです、ねえー。ということでこれはうとえとな正当可能性を高くしていますね。 で、えっと、問題9の監査と四半期レビューの審査ですね審査はねちょっと論文を考えたときに少しはね出題可能性あるんじゃないかなというのは今、品質管理の、ねえー、改正がいろいろあって皆さんの試験、論文には関係ないんですけれどもただ、審査というのがかなり話題になっているので、ね、やはり担当でも出てるなという感じでしたね。で、えっと、この あのですね小規模な事務,所事務所だったら客観性を有しなくてもいいってこういう作り話に特に、えー、今後ね、ね初めて担当を受ける方注意していただきたいんですがこういう作り話をね丸だと思いがちなんですが聞いたことない話は罰だと思っていただいていいですよ、ね、小規模な事務所だったら客観性を有しなくてもいいなんてこんなこと聞いたことないと思います。これは単なる作り話であは罰と で、えっ、ー、と、いはね、意見表明に先立ち、審査を受けなきゃいけない。これは年度監査も市半期もそうですよということでいはまると。で、うのですね、あ、これも過去問そのままなんですね。これも知っておきましょう。あの、不正による重要な協議表示の疑義がある。 言った場合に会議体による審査をしなきゃいけないなんてこれどこにも書いてないですね。会議体の審査をしなきゃいけないっていうのはこれないそんな規定ないですからね。え論文でも、えー、会議体による審査をしなきゃいけないなんてことはないのでそこは押さえといてください。でえー、っとまあ、絵はですねちょっとこれはあの他で判断するって形で絵は正しいのでこれはね復習の時にちょっと読んでおいていただければと思います。これは正しい選択肢。 でえー、と問題中の品質管理ですね、これも基準が改正されているので、まあ、改正基準は試験範囲にはならないですが、トピックではあるので、ちょっとね、えー、論文でも品質管理は若干注意しなきゃいけないかなと思ってるんで、ちょっとあのこう見ますけど、えー、とあの、この差2行目ですね、差別者が、監査聴取の機密性、保管の安全性、こういうことをね、検討するっていうことはなくて、 監査庁舎を再エするというのはチェックするんですけどもその人が保管の安全性とかまで考える必要はないです、ね、保管の安全性を考えるのは監査事務所であってその責任があるのは事務所の責任者ですから、えー、この差別者チェックする人が保管の安全性などを、えー、検討することまでは、えー、と規定しなくていいということになっておりますでえー、と E はねこれはまあそのままなのでこれは正しい選択肢として見ておいてください でえーと「うも、ね」もこれは十分な引き継ぎを受ける必要があるけれども、ね、ということでこれも正しいとこれもまあ見ておけばいいでしょう。で「えの」の、えー、ここなんかはあの契約の締結時にです、ね、能力とか適性を有しているかどうか確かめなきゃいけないし契約の更新時においても当然、ね、能力と適性があるか確かめなきゃいけないというのは、まあ、なんとかあの常識的に考えられると思うのでこの最後の「必要がない」というのが誤りということで意外と問題自なんかはあの受験始めたばかり ばっかのね、勉強を始めたばっかの方の方,の方ができたのかなというぐらい、まあ、常識的に解けた問題ということですねなので問題10は正当可能性中程度,中程度と言っているんですがここも中程度の中ではまあ取れたらよかったかなという問題11、えっと、監査基準の改定ですけれども、えっと、これはですねあの あと絵が明確ですよねであの,この他の監査人の、ね、監査の結果を利用するということを監査報告書に書かないって話はこれはね34年前の論文でそのまま出てますなのでまあこれね最近論文で出てなければここ注意だったんですが、まあ、3年前に出てるんでちょっと他の監査人は出ないとはなかなか出にくいと思いますけども一応知っておきましょうね他の監査人利用した場合だっても原則としては監査報告書に記載しないということですよね。 でえー、とイの特権リスクの話は、ね、これはちょっと若干、歴史の平成17年って話が分からなかったかもしれないですが、まあ、これは正しいのでここはそのまま押さえておけばいいでしょう。うのです、ねえー、適正性と準拠性の話これも実は平成26年の話で、まあ、これもここで一応知っておけばいいでしょうね、はい、正しいとで最後、これは大事ですよね最後の監査上の主要な検討事項はこれ意見不表明の場合は記載してはならないんですよね。 これは大事ですから意見不要明の場合は監査上の主要な検討事項は記載しちゃいけないということであと A が絶対罰なので、まあ、ここはぜひ取っていただきたかったという問題ですね。で問題12いきましょう問題12これもですね正当可能性高いということで,で問題12もすべてどの選択肢も大事なのですべて、えー、論文対策も含めて押さえておきましょうね。ねまずあの えとこれはもうしょっちゅう出てますけど監査基準はす、ね、べての会計士が行う監査に共通なものだということなので任意監査においては遵守が求められないなんてこんなのはもうありえない選択肢なんですね。ねね、えー、のです、ね あのまあ、責任範囲を明確にする監査基準はってのもこれもその通りですよねもう入門でやる話で「うの」この中間出たなと思ったんですけど単にここ中間は有用性だというねもうそこの一点だけ中間を押さえときましょうという話をしたんですけども講義の中ではしましたがまさにそこが出ていて「中間は適正性じゃないよ」という問題ですこれね「でえ」のところはこれは、えー、と監査を受けたからって監査役等の責任は減らないよという話なので、まあ、ここはねなんとか取っていただきたい問題と。 論文対策としても改めて押さえておきましょう。で、えっと問題十三、職業的専門家あのとしての会議審ね、会議審とか専門能力、えー、これはですね、えっとこのあの継続監査で過去の経験があるからだったらその人はね信頼がおける。 っていうんだっから、これは絶対それはないって話はね、えー、これよく出てくるのはご存知だと思います、誤り。で、異の、ここは分からなかったかもしれないですけども、まあ、IT に関する基礎知識を習得するってことは、まあ、ここはね、えー、と求められてるんだということで、ここで知っといてください、まあ、普通に常識的に考えたら、IT 分からなかったらね、全く基本的なことが分からなければ、まあ、この現代の監査はできないだろうなっていうところから、あのここの異、えー、は、 えと求められていないというところが誤りということになります。 う、えーね、はこの事務的な作業を除いて、まあ、60日程度超えない間は事務的な作業できますけれどもそれ以外に関しては監査報告書までに監査調書を作成しなきゃいけないということね監査調書も最近論文で出てないんでねここで出たかという感じでちょっと論文でもう気になるなという気もしますけどまた予想会でちゃんと言いますけどね、えー、と監査調書の話、ここうは正しいと。でえー、と絵のところですね絵は あの、専門的な見解の問い合わせ。これは事務所内で、何かね、難しい会計処理があったときに、あの、その事務所内の専門部隊に、この会計処理でいいのかな、ね、いう問い合わせるということがあります。これは正しいと。専門的な見解の問い合わせもちょっと知っておきましょう。はい。で、問題14ですね。問題14は、監査証拠の適合性。で、これはね、できなくていいですよ。あの、悪い問題じゃないんですけど、これは14はできなくていい。なぜならば、 あのただ、大事なところがいっぱいあって論文対策上も非常に重要な話もいっぱいあるのでまず、あこれは非常に大事ですね、売掛金の確認手続きは売掛金の評価の妥当性、これ、ダメですよね、売掛金の評価っていうのは貸し引きの金額の話ですよ。 売りかけ金いくら回収できるかって話でこの回収ができるかどうかっていうのはこれ確認上で、ね、売りかけ金の金額を確かめたところでその相手先がお金払えるかどうかってことは分かりませんからそういう意味でこの評価の妥当性は分からないとこれは論文対策上も非常に重要な。 選択肢ですね。これ誤りです。で、えっ、ー、と今もですね、これもちょっと知っておいてほしいのは、棚卸しさんの実地棚卸しの立ち会い、実際にね在庫を数えるときに立ち会うことっていうのは、これは評価の妥当性を検討する目的に適合しないかっていうとするんですよ。これね。 なぜかというと、えー、これはですね、あの、在庫をね、数えるところを見に行くことによって、すごい埃をかぶった在庫とかね、そういうのが見えるわけです。そうすると、あ、この在庫は価値がね、あの、ないんだな、じゃあ評価減しなきゃいけないなってことは分かるんで、え、評価の妥当性、ね、え、これも適合するということで、誤り。で、有もね、これも大事ですよ、論文対策上ね。えー、土地の実査とか登記簿謄本、ね、あの、登記されているかどうかの、を見ることっていうのは。 確かに権利の帰、ね、属に関する証明力のある監査証拠を提供するけれども土地の評価、土地の値段これは、ね、分からないですよね土地を見ただけであるいは大規模投法を見ただけで、えー、その土地の値段がいくらかというのは分からないということで、えー、これはまさに正しいとで最後なんですよ、これこのこ,ここが分かんなかなったと思うんですね。これはもうしょうがないと思うんです。えー、取引銀行行の発行をする、ただここに、 前置きがあるんでねここでまあか鋭い方読めたかもしれないんですがこの残高証明書っていうのは残高確認状じゃないんですよこれね、えー、監査人が送る残高確認状であればこれは借入金のわかるんですなぜならば銀行に送る確認状っていうのはブランクの確認依頼をするからなんですブランクで白紙で送って全ての銀行との取引を教えてくださいっていう確認状を送るのでなので、えー、ブランクの確認依頼であればねえっ、ー、と 網羅性がわかるんですけどもここで言っているのは銀行が発行する残高証明書、銀行がいくら残高がありますよ貸付金ですからあの銀行が貸すえ、つまり会社からすれば借入金の残高証明書というのはこれはです、ねえー、銀行が発行しているだけなのでそこに全部が載っているかどうかということまではわからないという意味で、ね、ここは難しかったと思いますが絵、まあの選択肢、ねえー、正しいのでこれを押さえておきましょう。 でもういよいよ、ね、すみません、時間があまりないんですが、えっと、問題15、これはね、正当可能性なんか高いとかっていうふうに。 監査論チームででなったんですが私は個人的にはここは難しいと思っていて、まあ、これはねもうあの基準大体そのままということなので、まあ、うとえが正しいということをただ、会計上の見積もり換気扇540はこれもあの本試験では出る可能性あると思いますので540については、まあ、これは全部ね、ね基準通りあといが×でうとえは基準通りということなのでこれはあのそのまま押さえておいていただけばいいと思います。 でえー、とこのやりたくないのが問題16なんですけども、えー、とこれはちょっと本当に各予備校でね見解が割れてるようですよね確かにこれはちょっと問題16はあ,のあんまりいい問題じゃないと思っていますねでえっ、ー、と「あ」はね、えー、これはあの「丸なんですよね、あは」はその他の記載内容の誤りっていうのはこれはですねえっ、ー、と 投資家の投資判断にとって重要か否かで判断されると。これは正しいと。で、絵の、その他の記載内容に対する保証、これ保証しませんからね。その他の記載内容には意見述べませんから、これも誤りというのはわかる。これは誤りというのはわかるんです。で、意とうでね、いろいろな議論がありますが、まあ、ここはですね、あの、いの、まあ、あの、前後関係というかね、ここでいで、 財務省に記載されていないが監査の過程で知り得た数値とか数値以外の項目に該当するその他の記載内容についてはこれ当該記載内容に誤りがないかを判断した上でこれ誤りがないかを判断するのが1個目そしてその上で監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すると。 重要な相違があるか検討すると言ってますが、えー、っとこのね、換気法の720の15項で重要な相違がある場合にはいかに該当化するかどうか判断すると言っていてどんな何に該当するかというとその他の記載内容に重要な誤りがあることということでここの、ね、15項を見ると明確に前後関係があるんですよね。重重要要なな相違ががああるるると思われる場合にには、その他の他記載内容に重要な誤りかかどうかを、えー ね、判断しなきゃいけないということを言ってますので順序としては相違があるそしてその後に重要な誤りがあるっていうこの順番なのでまあ意がねこれはあの意が誤りということでエレックではね判断してますただこのいうのですねこの 重要な誤りと思われる兆候に注意を払うが誤りがあるかどうかの判断までは求められていないここが微妙なんですよね、正直ね、えー、誤りと思われる兆候に注意を払うそこは書いてあるんですよ、基準上で注意を払ってでも判断、重要な誤りがあるかどうかの判断までは確かに、ね、そこまでは書いてないんですね、直接は。でじゃあ、重要な誤りがあるかどうかの判断はどういう場合にするのかというと重要な誤りと思われる兆候があって 兆候があってです、ね、その誤りと思われる兆候が、ね、実際に、えー、もうこれは重要な誤りだというふうに、えー、単なる兆候じゃなくて、えー、重要な誤りだということがあの誤りが認識されたそれだったら、ね、それはじゃあ重要な誤りなのかということで判断すると、まあ、ここは、ね、ちょっとかなり微妙なところで、えーっとまあ、回答をひっくり返る可能性もあるかもしれないんですが、まあ、ただ、ね、意が前後関係が明確に違うので まあ、あいがバツだろうなというとこですね。はい。ですいません。もう時間がね、あの、来てしまってますが、えっと、17、さっといきます。17は、これはね、正当可能性中程度と言ってますけども、ここはですね、個人的には正当可能性高い、あ、ごめんなさい、えっとた、高いと思ったので、これは私の見解で正当可能性高いというふうに、あの、さっきのね、レジュメにもお配りしてます。で、えっと、まず、いの、この、 カムの話はですね、前後関係が逆ですよね。コミュニケーションを行ったうち、中から特に注意を払った事項を決定するということで、イが絶対罰ということと、えー、継続企業の話は協調事項には書かないという、ね、これはもう別に区分を設けるって話でしたんで、えー、ウも誤りということで、まあ、ここは意とウが罰で判断できたかなということですね。で、あと、えは正しいので、これまた押さえておいてくださいで。すいません、本当に時間がなくて申し訳ないですが、えっと、18の比較情報ですね。比較情報もちょっと論文であんまり出てないんでね、 ここのところちょっとここを見ておいた方がいいと思いますけども、えー、と異の,、ね、の経営者確認書というのは、これ、対応数値の場合は1年分でいいので、これ、複数年必要だと言っているような、この異の選択肢は誤りですし、あと、絵のですねこれもねちょっと注意してくださいね、機種残高の監査ね、これもあの論文上、もしかしたらちょっと注意かもしれないんですけども、機種残高については、必ずね、あの監査手続きしなきゃいけませんから、機種残高についての手続きが免除されるということはないということです。 はい、でここもあの押さえておきましょう、アも雨も,も正しいですが、これは押さえておくと。でえー、と19の後発地震は、ね、これ、中程度ですけれども、あのここはね、えーとまあアが、 そのまま正しい基準通りで、い、えっと、のね、財務省の承認日というのは、これ、経営者確認書の日付だった話はいいと思いますので、いは×と、でえっと、エもそのまんまなので、これも押さえる、うの,の訂正が必要となった場合はです、ね、これ、あの差し替えって書いてありますが、ここはね、冷静に考えると、もう財務諸表発行後ですからね、発行後なので、世の中に出ちゃってるので、差し替えれないんですよ。 世の中に監査報告書が出ちゃっているのでもうこれは新たに、ねえー、監査報告書を発行するということになりますのでこの差し替えというところで引っかけだったということになります。 はい、で最後すいません、えっ、ー、と、長くなっちゃってすいませんが、最後ね、えっ、ー、と、不正リスク対応基準、やはりですね、論文対策上、不正もですね、最近ちょっと、あの、大問では出てないので、まあ、ここのね、あなんかは典型論点ですから、このあも、あの、丸だっていうことはね、しっかりと押さえておいてほしいのと、あと、えのですね、不正リスク対応基準で、えー、語尾は対象としてないって話、これちょっとうっかりしないようにしていただきたいっていうことと、まあ、あの、うのね、えー 不正リスク対応状況への定期的な検証の範囲で、新規の契約の締結は含まれないので、これはねあの、含まれますので、うが罰ということで、まあ、ここは中程度なんですけども、なんとかね、判断はしてほしかったかなということで、えー、っと、ということでね、あの、ちょっとごめんなさい、駆け足になっちゃいましたが、担当に関しては、ここで出た問題っていうのは、 もちろん今回のねできるべきだったどあのできなくても良かったっていうのもそうなんですがあの論文でちょっと出題可能性がねむしろここで出たものはあるんだというふうに認識をしていただいてえ今後のね勉強に役立てていただきたいというふうに思いますはいえー、すいませんじゃあ次ごめんなさい長くなりましてかえっ、ー、と影山先生ですねに変わりたいと思いますどうもお疲れ様でした。うん はい、えー、それでは五月のね、担当式分析会ということで、最後ですね、財務会計論とさせていただきます。えー、担当はレックスに講師影山です。よろしくお願いします。はい、えー、まあ、財務会計論に関して、一応配布物一点。えー、まあ、三点が、ごめんなさい。レジュメと、あと。当日の回答速報と、まあ、本試験のね、えー、問題かな。一応ね、三点、えー。あるので。まあ、確認の方をお願いします。で、まず、ちょっとですね、この。 えー、レジュメの方から、ね、確認をしていきたいと思いますけれども、えーまあ、財務会議論、今回の試験は、ですね、まあ、そんなに、ね、難しいということはあまりなかったと思うんですよね、で特徴として、当日の速、ね、報動画の中でもお伝えさせてもらっていますけれども、まあ、理論と、ね、総合問題があの、まあ、かなり優しいということで、えーまあ、理論に関しては、ですね、まあ、9台出てるんですけども、まあ、どんなに悪くてもやっぱ7台ぐらいは取らないと厳しかったかなと。でやはり えー、受講生さんとですね、まあ、相談というかねいろいろ相談を受ける中で、まああのーまあ、合格レベルの点数を取れている方は、まあ、本当に1ミスぐらいですかね9分の8ぐらいは取っています、ね、なので、まあ、まあ9分の7でもいいんだけども,もう9分の7を下回ってしまうと、まあ、正直ちょっとできていないというようなです、ね、状況になっていると思ってくださいそれぐらいにまあ理論はあの簡単でしたということと、えーまあ、あとはですね相互問題もやはり優しいですね。 えー、なのでここも結構、ね、みんな点数が取れていたので、うんまあ、そのいつものノりと言ったら変ですけども、まあ、総合問題が、ねえーまあ、34回前ぐらいまではちょっと難しいときもあったんであのでそういうときのです、ね、総合問題のイメージを持って要は総合問題に取りかからなかった方とかもです、ね、いたんですけどもやっぱりそうすると点数はかなり伸びないですよね。 相互問題に関しても6分の5ぐらいは取りたいところですね、まあ、最低でも6分の4は取りたいかなというところで、ちょっとにその膨大要素のところですね、あるんですけども、はい、えー、こうですね、まあ、今、理論と連結の相互問題で、まあ、9分の7ってしてあるんですけども、まあ、実際8ぐらい欲しかったというところですね、で連結のもまも6分の4から5なんですけれども、まあ、できれば5欲しかったとっいうようなです。 でところがです、ね、とりあえず連結の総合問題と、まあ、理論に関するです、ね、印象でした、はい。で、それに対して個別の計算はです、ね、全部で13台あって、あのまあ、結構ねその、みんな今回、財務が簡単っていう人とかも、ね、中にはいるんですけれども、まあ、個別の計算はそこまで簡単じゃないのかなと思います。まあ、難しくはないですね、難しくはないんですけれども、あの決して、まあ、めちゃくちゃ簡単とかね、えー、そういうものではないと思いますので。 まあ標準レベルの問題で、まあ、個人的には結構いい問題なのかなというふうにはです、ね、感じました、はいでまあ、目標ラインとしては全部で13台ありますけれども、まああのまあ、いろんな、ね、受講生さんの声をです、ね、聞くと、まあ、8箇所ぐらいやっぱり問いたいかなというところですね。はいで まあトータルでいくとです、ねまあ、これ130から140ということで、まあ、当日のです、ね、速報動画だと一応130ということをです、ね、お伝えさせていた,んですが、えー、いただいたんですけども、まあちょっと、ね、そこよりも合格ボーダーは上がりそうで、まあ、個人的にはもう、ね、10点ぐらい、まあ、140点ぐらいが財務のボーダーかなと思います。 まあ合格ラインというところですね、まあ、別に130点でも悪くはないんですけれども、ただ、130点を切ってしまうと、まあ、少しです、ね、物足りないというです、ねえー、点数になってしまいますので、えー、まあその加減としてイメージ130で、なんとか140ぐらいは取りたかったとっいうようなです、ね、まあ、そんな試験だったんじゃないのかなというふうに思います。はいまあ、ちょっとね、当日よりも若干です、ね、皆さんの出来がいいという印象を受けましたので。 まあ、プラス1問ぐらい分乗、ねえー、っけて140、まあ、つまりちょうど7割ぐらいがナ、えー、ザイムのボーダーじゃないのかなというふうにです、ね、思っております。はい、で、まあ、比較的にこう点数取れている人が、まあ、多いですうので、まあ、その要因としてやっぱり計算あごめんなさい総合問題と理論が、うんまあ、簡単っていうのが、まあ、当然ね要因の大きな、えー、ウェイトを占めると思うんですけれどもこの総合問題と理論が簡単なことによって 個別の計算問題に割くく時間がやっぱり増えていくんですよね今までであれば理論であれば、ね、20分とかかけて総合問題も20分ぐらいかけてっていうパターンが多かったんですが、まあ、今回、まあ、結構早い人だと理論は10分もかからなかったという人も中にはいます、まあ、これちょっと早すぎかもしれませんけれどもただそれぐらいで解ける人もいるということは、まあ、全体的に理論の回答時間っていうのは多分短く済んでるはずなんですよで総合問題も、まあ、これも早い人だともう10分ぐらいでっていう人もいますまあ,あのこれは本当に早い人ですね ただまあ今まで20分、25分かけていたものが、ね、もう少し短縮されると結局、個別の計算にかける時間が伸びるので個別の計算の難度がそんな変わらなくても点数としてはやっっぱ上がってくるんですよね全体としてのやっぱり時間が確保できるそしてまあ心理的な、ねえー、圧迫も少なくて済むので個別のまあ計算はそこまで個人的にはまあ簡単とは思わないんですがやっぱり避ける時間が増えるということと精神状態が比較的安定してくるので総合問題と理論は簡単な。 で、そして時間が余るということは、は、えー、そういった要素も兼ね合いがあっておそらくね全体として点数が伸びているんじゃないのかなということは思います。はい。 時間、まあ、以降、ね、どうなるのかというところは当然ね、ね蓋を開けてみなければわからないんですけれども、うんまあ、ここ、ね、最近本当に2回、3回ぐらいは理論と総合問題って比較的優しいんですよ。えー、なので、まあ、おそらくこういった傾向が続くんじゃないのかなとは思っております、まあ、論文も含めて、ね、計算なんかは比較的優しめなとろに連結ですね連結の計算は、まあ、優しめな傾向になっているので、えーまあ、連結の総合問題はまあ で今回と同じぐらいの何度かわからないですけども、まあ、以前見たく、ね、すごい難しい問題は出にくいのかなとは思っています、で理論も同様ですね、まあ、理論は論文は別に簡単ということはないんですけども、えー、担当の理論は前回、前々回とですね、えー、優しいので、えーまあ、引き続き、性、え、結、ー、の総合問題と理論は優しめな傾向が続くって、まあ、これはちょっと個人的にそうなので、まあ、次回ね、難しかったということもあるかもしれませんけれども、うん、ただまあ、うん、そういう、ね、傾向なんじゃないのかなというのは思います。 はい、そうすると、やっぱり時間がね、えー、個別の計算問題に割く時間がえ少し増えるので、えー、まあ多少、ボーダーとしては上がる可能性っていうのはあるとは思います、はいまあ、それでもね、じゃあ、次回の、ねえー、財務のボーダーが6割、あれ、6割しかも160.8割になるとか、さすがにそういうのはないと思うんですけどね、うんまあ、このぐらいのまあ難易度、難度っていうことも十分に考えられますので。 えーまあ、そういういいいいイメージは持ってもらえるといいと思います、はい、ただ、ね、そのじゃあ問題が簡単だから具体的にどういう対策を立てるのか何かです、ね、今までと変わったことをするしなければいけないのかというと、まあ、それは別に特に、ね、難しくなるわけではないので、えー、別に今まで通りの対策でいいと思うんですよ。ね まあ、とりわけ何かに力を入れるとかっていうことはなくバランスよくですね、えー、ただ、まあ、ある程度ねその総合問題と理論が簡単な可能性があるということなので、まあ、当日の時間配分なんかはちょっと考えた方がいいと思うんですよ。まあ、特にに今まで、ね、結構総合問題をラストに解くっていう人が多かった たと思いますし私も当ーの解説なんかだと総合問題最後にっていうことはです、ね、結構言っていたんですけれども、えー、ただまあ総合問題がこれぐらいの難易度になれば別に最後に回す必要はないのかなと思うんですよ。ねまあ、部分点を取るって位置づけただった総合問題がある程度点数を確保しなければいけない総合問題っていうものに変わりつつあるので、えー、まあその辺のねこう時間配分や時順ですよね。 どちらかというと個別の計算が一番まあ点数が取りづらいので、まあ、そこをちょっと後回しにして、まあ、理論と総合問題は先にやっていくとか、ねえー、まあそういう戦略なんかは立てられると思いますので、えー、まあ当然、ね、ふ、え、た、ー、を開けてみて総合問題めちゃくちゃ難しいとかってあれば、ね、また後回しにするってその場で、ね、柔軟に対応する必要はありますけどもある程度、ね、ちょっとその時順なんかも次回に向けて考えていく必要はあるのかなと思いますただ、あ普段の学習としては、ねえー、それほど変わったことはやる必要がなくですね。 えまあ計算であればテキストと問題集と答弁、まあ、理論であれば一問とレジュメといったです、ねまあ、基本的なことをきっちりと押さえてもらえればあのまあ点数はおのずと、ね、伸びていきますので、まあ普段の学習としてそんなに何か、ね、特別なことはやらなくてもいいのかなと思います。はいでまあ、各問題ごとの、ね、分析として、えー、当日のです、ね、速報でまあ写した配布したこの まあ回答は同じなんですけれども、一箇所、正当可能性は1台、ね、だけ修正をさせてもらいました、当日のです、ね、速報の正当可能性だと、キャッシュフロー計算書の問題ですね、問題がか、ね、11かな、問題11を中にさせてもらったんですけれども、まあ、やはりそんな中ということはなく、正当可能性はこうだなということで、この問題11、キャッシュフロー計算書の正当可能性だけ、ちょっとね、修正をさせてもらいました、ここですす。 あのまあ、そんなに難しくないので、まあ、確かにそのキャッシュロー計算書自体がです、ね、嫌いな人とか、ね、あまり手をつけられていない方もいるかもしれませんけれども、まあ、問題自体はそんなに、えー、よく考えれば冷静に考えれば、まあ、難しくないかなと思ったのでそこは講うにさせてもらったんですがあとはまあ当日のものもとと同じです、はい、であエ、ね、ック生の方だとレックの入門講座でどの問題が解けるのかというところで今、ですねこのお配りしたレジュメの一番右の列に まあ入門は上級という列があって、まあ、理論は基本的に入門でほぼやらないので計算部分に関してです、ねえー、入門で扱ったものと上級で扱ったものの、ねえー、一応入門か上級かというです、ねえー、まあコメントを入れさせてもらいましたがこれね今回、計算部分ほとんど入門で解けるんですよ。 上級期で勉強する論点って問題12の貸し倒れ引き当金と問題15の収益認識、まあ、あと総合問題はね、まあ、ここは一応全部上級期のものなのであのここは上級なんですけれどもそれ以外の個別計算つまり11台に関しては入門期で扱っているんですねでさらに言うと入門もですね理論実はちょっとやってるんですねあの、まあ、レッグで入門を受けられている方は分かると思うんですけども入門ちょっとやっていてその入門で少しやった理論部分が実は問題1と問題2ここ両方解けるんですよ。 この二つはね、ちょっと、了解できますかね。ここは実は入門で解けますよと、ということはですね。入門で学習した論点で十三箇所、まあ八点かける十三箇所取れるんで、百四点かな。えー、ぐらいは取れるんです。取れるんですが、まあちょっと取れるってのが語弊があるかな。 まあ一応論点的にやっているんですけどただ正直入門生だときついかなとは思います結構ね今回の問題いうのはテキストの説明そのままというのはそこまで多くなくて問題演習を積み重ねていかないと厳しかった問題なんかもまあ,あるのでまあもし入門生のね目標ラインを設定するのであればまあ半分ですね104点の半分なので52点まあ50点ぐらい取れればまあいいのかなというところなのではいまあちょうどね、配点が8点なので50点というラインはないと思うんですけど まあ56点とかえ48点とか、まあ、その辺りのラインが入門生の目標ラインだと思ってください緩和、まあ、除いてですよ、はい、実力でえまあ半分ぐらい取れればある程度勉強は順調に進んでいるのかなというところですが、まあ、ただ、いかんせんです、ね、入門生からするとト連なんかを、ねえー、本格的に解いていないので、まあ、少し時づけらいというか点数が伸びなくても仕方がないので、まあ、別に半分取れなかったから ね、全然自分の今までの勉強が間違っていたみたく悲観、まあ、する人は全くないです、ここに関してはね。はいなのでまあ,あと、ね、最後に少しだけ個別の問題でいくつかコメントを入れさせていただいて終わりにしようかなと思っておりますので、ちょっとね、各問を見ていきたいと思いますね、各問題ごと。はい うんまあ、理論の方は特にもう、ね、コメントはないです、あの簡単ですから取ってねということで、はい,いきますねちょっと計算の方から、ねえー、軽くコメント入るところだけ入れていきますが、問題の3ですね、えーまあ、売りかけ明細表、えー、これ、正直すごい簡単です、えー、今日もですも、ね、実はこの分析会の前に入門講義ですね、あの5月開講の入門講義ですね講義があって、ちょうどまさに売りかけ明細表をです、ねえー、勉強していて、入門講義3回目、4回目あたりでやっている内容なんですよ。えー、ただ補助棒のですね こういう読み取りなんかはですねおそらく皆さんですね入門で講義で聞いてその後ほぼ復習してないと思うんでゲッて思って手をつけなかったという方もいると思うんですで、まあ実際そういう相談も受けました、えー、ただ、まあ、その入門期のですね一番初めの方に勉強した補助簿のことがですね、えー、理解できていれば、まあ、正直、この電子記録債権という話があったのでここでですね何かよく分からなかったという人もいるかもしれませんのでそれを除いて考えると非常に優しい問題なんですねでちょっと電子記録債権は講義で扱ってなかったのでそれをですね踏まえて正当化の可能性注意させてもらったとっいうだけなんですよ。 だからまあ電子記録債権のことを知っていればですねこの問題っていうのは単なる補助簿の問題でもうめちゃくちゃ簡単な問題だから絶対正解しなければいけないというまあ問題には実はなります、はいまあ、電子記録債権というのはですねえまあそのコンピューターで管理する債権でまあちょっと売掛金とは違うね電子記録債権という科目で処理するので売掛金か,から振り返る必要があるんで売りかけので、明細表の売掛金としてはカウントされないということなんですね。はい なのでまあちょっとね今回、これ貸し倒れ引当金の問題13のところでもちょっとね電子記録債権が出ていたので問題12か、ねはい、なので全くちょっとね知らなかった方はえちょっと申し訳なかったかなと思います。はいまあ、会計試験初登場、日商簿記検定とかだとね2級、3級とかでも出てるんですけど、はい、なんでまあこれから、ひょっとしたらこの電子記録債権ていうのが会計試験では普通にね債権項目として出てくる可能性があるのでえまた次にね あの受けられる方、まあ、ここにいる方は、ね、次の担当式試験を受けられる方が多いと思いますけれども、この電子記録再建というものはですね頭に入れておくようにしてもらえればと思います。はい、でまた、まああの、講義の方とか東連の方では、ね、電子記録再建また今後12月に向けてです、ね、あのフォローはさせてもらいたいと思いますので、はいまあ、とりあえずちょっとです、ね、2台出ていたということで、今後は普通に会計試験では出る可能性があるのかなと、まあ、手形が、ねえー、2026年に廃止されるので、えーまあ、そういうものの代わりとして電子記録再建が出題されても全然おかしくないのかなと思います。はい で問題4、問題4これはですねあの入門生も絶対に取ってほしい問題なんですよ入門生はねさっき難しいよっていうことは言ったんですけど問題4はこれは取れますから、ね、テキストの説明レベルなんでひねりもないです分量多少多いですけれども、えーまあ、そこはもう関係なしに解いていかなければいけないですし上級生もですね分量多少多そうですけれどもここは絶対に取りたいですね、はいえー、ここ最近、ですねこういった商品売買の払い出し単価の算定が絡んだ問題多いです。 で多いですからちょっと量は多そうだけれども難易度は難しくないんでここ3回ぐらい出てるんで、えー、だからまあ量が多くてゲッてなるかもしれないけれどもここで点数取らないと、ねえー、いけないと思ってください、はいまあ、先入れ先出しと移動平均と総平均をと、ね、3つあってなんか、ね、量が多そうですけれどもただ計算してみればそんなに量は多くないんでね、はいまあ、あ結構ここ最近商品売買の払い出しなんかは出てるんでこれはもう正解が必須だと思ってくださいはい あとまあ問題の5、問題の6はですねね、まあ、問題ののはちょっと、ね、この特許権に関する部分が若干難しかったと思うので、まあ、この出願料と登録料をどう処理するのか、まあ、結局、これがね特許権として無形小手さんに計上する金額になってで研究開発費は研究開発費として費用処理をするので。 まあその判断が難しかったので、まあ、正直、間違えてしまってもしょうがないかなと思うんですがただ、特許権以外は絶対に合わせなければいけません仮に間違えたとしてもですよ間違えたとしても実用新案権の金額工業権の金額のれの金額は正当していなければいけないと思ってください、はい、それがです、ね、金額が合っていない方は特許権以外の金額が合っていない方はまだあの勉強不足というふうに認識してもらった方がいいと思いますはい まあ問題は集計項目が多いので内容としてはです、ね、あのそんなに難しくないんですがすべてのです、ね、金額を集計しなければいけないというところで、まあ、少しミスしてしまっても仕方がないのかなとは思います、はいまあ、正当化の成長だけでもできれば正解してもらいたかった問題です、はい、であとはまあ資産・除去債務は別にいいかなと思いますので続いて見ていくのが、まあ、キャッシュフローも別にいいので問題中に、ね、貸し倒れ引き当て金に関して はいまあ、ちょっと、ね、難しいというか見慣れないものが出ていましたね、あのまさにこの電子記録債権がまた、ね、出ているんですが、えー、電子記録債権は普通に貸し倒れ引き上設定していきます、でもそれ知らなかったら、ね、できないので、まあ、そこはしょうがないということと、あとは、ね、理論ではよく出てくるんですけども、リース債権とリース投資さんですね。はいでまあ、これ 貸し取り引け金を基本的に設定するんですけれどもリース投資資産はこれ理論だと、ねね、すごい重要なんでかなりです、ね、強調してるんですけれども計算でやるとなかなか難しいですかねこの資料の5番ですね見積もり残存価格1500。リース投資資産って、ね、リース料を受け取る権利とこのリース物件 の返却によって、残っている価値から構成される複合的な資産ということでした。で、この残っている価値はですね、債券とは言えないので、貸し倒れ引当金の設定対象にならないということで、まあ、そこ動画の中でもお伝えしましたが、このリース債券とリース投資資産の合計額から、貸し倒れ引当金の設定対象にならない。この残存価格部分を引いて、残りの金額を一般債券として扱っていきます。 はいまあこの辺りも難しかったしね保管、えー、有価証券、有価証券の対借取引も一応、抗議ではやっているはやっているんだけれどもここに貸しる決引を設定するという話はです、ね、していないのでまあこの問題は、えー、間違えてしまっても仕方がないかなと思いますが、まあ、一応ね、ね復習でやってもらえればまあ結構いい問題かなと思いますのでね、えー、見ていいいたただきたいなと思まますで、まあストックオプションはねまあ引っ掛け要素がね、えー、ありますよね。ですかまあ ちょっと、ね、この条件変とがないんで、ね、一見、すごい簡単そうなんですけれども、えー、この権利行使をした人が、ね、何名かというところですよねこの資料の8番の読み取りが少し難しかったんですね。ね 権利を取得した者は権利行使をしなかった1名を除き全員が罰5年6月30日に権利を行使しっていう、まあ、ここがまあ国語の問題みたいな、ねまあ、注意力が試されるような問題でした、まあ、私も一発目解いたときは、えー、違う選択肢を選択したんですがよくよく考えたら何かおかしいなということで解き直した覚えがあるんですね、はい、だからまあ権利が確定した人が、えー、何名かというと。 これですねえー、2名が退職したんで権利が確定した人って21名なんですね、十一名要はここの、ね。実際の退職者の人の中から対象勤務期間中に退職した人が AB なんで AB は権利が確定しなかった、ね、CB はこれ権利確定してから退職してるんでこの人たちは権利行使できるんですね、はい。だから AB さん以外の、えー、21名が権利確定して でその中から1名権利行使しなかったので結局権利行使した人は20名ですよということを読み取らなければいけなかったのでちょっと国語の問題と注意力の問題で、まあ、私も注意力がある方ではないのでちょっと一瞬引っかかっちゃったんですけれどもあ,の、まあそこはなかなか、ねえー、いやらしい問題かなと思いますけれども、ね。 まあこういったね資料の読み取りでやはり本試験は一癖あるようなものがまあ特にストック講師は過去にも出ていますのでまあ要注意といってもなかなか注意しきれないと思いますけれどもえまあちょっと慎重に解くようにはした方がいいかなと思います。はい で、えー、問題15のポイント制度、これ上級生は、ね、絶対に正解しなければいけないですよね、これが正解できてないってことはテキストちゃんとやってないってことですからね、ポイント制度、でもしにも出してましたし、ここはもうマストですね、えー、今回の中で数少ない説明まんまみたいな問題です。はいで、問題十六はね、あのこれはまたちょっと難しいので、ちゃんと理解できてるかどうかが試されるいい問題かなと思います、退職給付に関してね。 だからできた方はあのすごく理解してるんだと思います、退職給付の仕組みを。 普段、機械的に解いている方はできなかったとっいう方も、ねえー、いると思いますので、まあ、別に正解できなくても、まあ、体制には影響がない正当可能性、低の問題ですけれども、自分が対処給をちゃんと理解できているかどうかということを確認するいい問題ではありますで、あとは普段あまり出てこない期間定額基準とかっていう話も出てくるので、えー、そういったものも含めて、ね、えーまあ、これはちょっと確認をしてもらえるといいかなと思います、まあ、詳細解説はあの当日の速報動画でここは少し詳しく解説してるんで、また YouTube で、ね、見ていない方は、当日の速報動画で解説なんかを聞いて もらえればと思います。はい。まああとそうですもう一個ここかこの問題18ねこれも絶対正解が必要ですねまあこれは入門生も上級生もこれは、うん、できてほしいかなと思います。はい。えー、まあちょっとね先物為替相場と当日の為替相場取引日の為替相場が同じなので一瞬ねえってなるんですけどまあそれでもね、えー、間違えてはいけない問題の一つだというところです。はい。 で、えーまあ、この問題20もです、ね、のれんの減損で、ちょっとね、のれんはやはり最近トピカルなんですよね、全体的に。えー、のれんの焼却処理、まあ、日本のれん焼却処理していますけれども、まあ、イファースもねちょっとのれんを焼却しようかっていう話が出ているんで、えー、まさにのれんはトピカルで、まさにのれんの減損っていうのがすごいトピカルなんですよ。ね、はい なので、まあ、ちょっと論文も怪しいなとは思っているんですけれども、えーまあ、このあたり、まあ、問題は簡単ですからね、えーまあ、ここもそうですね、入門生と上級生ともに、えー、確実に正解していかなければいけない問題ですかね。はい、なので、本当に超典型な問題っていうのは、超典型な問題でひねりがほとんどない問題は、問題4の田卸露さんと、問題18の振り合しシュと、この問題20のののれんの幻想、まあ、この3つですね、この3つは正解が絶対必要です。 あと上級生はそこに加えてポイント制度なので、まあ、この4つは取らないとなかなか点数には合格、ねえー、ぐらいには達しなかったのかなと思います。はいまあそんなところですかね、えーまあ、最後ソフトウェアありますけれども、まあ、これ、あのー、過去問の焼き直しですね完全にで一応上級問題集にほとんど似たような問題が入ってるので上級問題集やっていた方は、ねあのー、できたんじゃないのかなと思います。 レックの上級問題集と全く同じような問題が出たので先生、すごいですねって言われたんですけども、あのこれはただの過去問の焼き直しなんで、別に私は何もすごくないんですよ。はいえー、そんな形で、ですね、はいまあ、結構ね、過去問の焼き直しも多いですので、えー、そこもね、えー、含めて上級問題集は作っていますので、やはりこれからの、ね、担当対策の基本というのは、上級問題集の2冊、あれはやっぱりベースにするということですね、あのー、まあ重さが高そうな問題、過去問は結構入っていますので、2冊の上級問題集と、えー、まあ当然テキスト えーまあ、最終的には、ねえー、次回12月向けのポイントアップ登壇も、ね、合わせて、えー、回していくというところなので、まあ、これも、ね、別に今回向けと対策は特に変わりません5月向けととにかく最終的に繰り返す教材は上級問題集2冊とポイントアップ登壇もここになりますからねこれをやっておけば絶対に合格点を確保できる、えー、ようになりますので、えーまあ、1回だけじゃ、ね、意味がないですからねある程度やり込んでいく必要があると思ってください、はい、であと初見の問題にどう対応すればいいですかという質問をよく受けますけれども。 まあ本当に難しい所見の問題はみんな解けないんでそれは気にしなくてもいいんですよ。ね、ただ、少し、ねえー、皆さんが解けるような所見の問題っていうのは別に特別な対応策なんかは立てていないんですね、解ける人っていうのは。もう普通に問題集をきちんと解いてポイントアップ等ト例を解いて繰り返しやっていて、まあ、当然、ね、ある程度理解しているということをです、ねえー、前提としますけれどもそうすれば解けます、ね、そうすれば解けるんであまり所見の問題、所見の問題っていうものにはそんなに、ね、あの気にしなくてもいいですから、ね。はい えなのでまあちゃんとねテキストに戻ってやっていくというところですね、えー、まあそのね一つの指針となるのが本当に今回の対処給付の問題ですね自分が本当にちゃんと理解できているかどうかというところですねこういうところでね出てきますので問題16、ね、だからこれができる方はまあ,ある程度他の分野も理解が進んでいるんだなとでもできる方はそんな多くないと思うんですよ。よ、ね ちんぷんかんぷんだという方は、他の分野もそういった可能性があるということなんです、機械的に研いでいる節があるということなんであので、この問題十六の退職給付に関しては、ちょっとね、ちゃんと理解できているかどうかですね、これ、退職給付の問題だけでも、結局ね、そこがおろそかになっていると、結局、他の分野もそうなっている可能性はあるというね、えー、一つ思ってください。はい、ということで、えー、財務会議論に関しては、えー、以上となりますんでね、あのー、また、合格発表がね、 3週間後にあります、えー、そして、ボーダー付近の方は、ねえー、論文に、ね、早く進むようにです、ねえー、しなければいけませんので、えー、ここから一、ね、日一日の時間価値は非常に高いですからいろいろと、ね、情報をこうアンテナを張ってキャッチして次の、ねえー、ステップに進むようにしてください。はいえー、それではで、ね、5月の担当式本試験の分析会、えー、以上となります。皆さんお疲れ様でした